皆さんこんにちは。それでは公認会計士担当式試験の本試験分析会を行います。まずは企業法から始めさせていただきます。担当はレクセン人講師の森村です。それでは今日お配りしたこのハンペラですね。えっ、ー、と平成30年度第2回担当式試験企業法の分析というのをご覧ください。まあ企業法の場合にはなんとなくまあ毎回同じようなことを申し上げているわけですけれどもまず。 形式面について見ていきます。出題形式なんですけれども、前回と同じ20問でした。これは前前回も同じです。配点も前回と同じで20問すべて5点問題が出題されました。で、問題紙問題の足が4紙、選択肢が6紙っていうのも前回と同じですね。で、次問題文の表現につきましては、20問すべて正しいものの組み合わせを問う問題でした。 えー、4子ですからそのうち正しい足が2子あって誤っている足が2子あるというその組み合わせの問題ですね。で次取材内容につきましてはいつもと同じように条文の損否を問う問題がまあほとんどだったわけですけども今年は、えー、判例を問う足がですね前回の4子、えー、前々回1子しか出てないんですけども前々回が1子前回が4子今回は11子というふうに激増しました。で どの問題かと言いますとこれはあの形式的にはですね、えー、最高裁判所の判例によればとかあるいは最高裁判所の判例の趣旨によればというふうに問題文がそういう形で始まってますので特に識別するのに難しいところはないと思います。まあ、ざっととと見ていきますす問題1、えー、これは4種とも,4種ともですね、えー 最高裁判判所の判例を問う問う題ですねでこの問題1のあいうえのうちですね「あの」のと「い」これなんでここだけマークついてるかっていうとあのすごく難しい判例、えー、知らないような判例が出されたということであとでこれはあの時間があれば、えー、そこは解説したいと思います。で,これが第1問ですねで次がえ第8問問題8ですね。 これはそんなに難しい問題ではなかったんですけども第8問のイの足とウの足がいずれも最高裁判所の判例を問う問う題ですで。最高裁判判所の判例というのは要するにあの最高裁の、まあ、国の貢献的な解釈ですね条文の解釈について、まあ、条文の解釈は条文というのは基本的にどっか曖昧なところがありますから学者の先生はいろいろ好きなことを言うわけですね。でそれは、 国の考え方としては最高裁の考え方としてはこういうことですよっていう解釈を表したものが最高裁判所の判例なわけですねつまり今までの担当式の試験企業法の試験というのはほとんどが条文でした条文があるかないかですでも条文があるかないかの問題に限ってますとどんどんですねその出題できる足というのが限られてきますよね。 なので過去問で同じような足が、まあ、今回もそうですけれども何回も何回回もも出されるるってことがあるわけですねそうするともうちょっとその変わったところを出してやろうと思っても解釈っていうのは学者の先生それぞれによってみんな解釈違ってくる有効説無効説相対的無効説さまざまな説が出てきたりするもんですからだから答えにならないわけですよ。 正しいか誤っているかで問うことができないと、そこで正しいか誤っているかを。で、問う形にするためには、最高裁判所の解釈を出すしかないねっていうことで。今回、最高裁判所の判例が激増したということだと思います。次、問題十一も、あの足、いの足というのが。これが最高裁判所の判例の足ですね。さらに、第十七問。問題十七、これもですね、二足。 最高裁判所の判例聞かれてるんですけれどもその中でもあの足がすごく難しい問題でした、えー、これはですねもう捏造判例とも言ってもいいような あのよく「あつ造条文」なんていう言い方を使,使うんですけども本来ある条文を例えば主語をツの形に出すとかあるいは述語ツの形に出すとかあるいは条件をツの形に変えるとかっていう問題だったらまだ分かりやすいんですけども条文でもですね鼻からそんな条文がないっていう条文をツの足で出されると「うん、丸か×か」なかなか悩むとこですね。でそれをなんと判例でもうまさにやらかしてくれたっていうのがこの足ですすよねそそもそもここんんななとを言ってる判例すらないんですよね。 なのにそれが最も最もらしくこんな判例が実はあるような形で、えー、罰の足で出しているというようなところなんですね。でさらに判例を見ていきますと問題18これもなかなかひどいひどいと言っちゃあれですけど難しい、えー、判例でしたね、えー。なかりせば価格なんて言われてるんですけどね。 そういう組織再編行為が、えー、をしたんですけどもシナジー効果がない場合にはその場合にはそんな組織再編行為がなかったとすれば有したであろう価格で算定しなきゃいけないっていう問題ですけどもこれも非常に細かい、えー、判例でしたね。でこの判例が一体どうやってこの判例選択されたのかと。 まあ判例っていうのはその星の数ほどありますので何でこれが取材されたのか、まあ、もっと言うと何をどう勉強すればこういう判例に対処することができるのかっていうのが次の問題になってくると思うんですけどもこれはただですねあの今回判例たくさん出ましたけども次回じゃあ判例同じように10紙ぐらい出るかっていうとそれ全然わからないわけですよ。 というのは試験を本試験作る先生というのは大体今年あの去年とかその前もそうですけども1回ごとに別の先生が作ってる感じなんですね出題傾向がガラッと変わってますからだから次の回12月担当はもうガラッと変わっちゃう可能性もあるんですよあるんですけどもし万が一こういう形で判例というものがこれぐらい出るとするとやっぱり判例の対策しとかなきゃいけませんね。じゃあ今回11紙の判例全部収録されてる本があるんですよ実は。 あこれを参考にして作ってるなっていうのが分かりましてでまあ種明かしをすればなんてことはないんですけども「有比閣」っていう出版社から出てる、まあ、法律では有名な出版社なんですけども判判例例六六っていうのがあるんですよ例六これはあの割とまあ小型の版としては小さいんですけども厚みは相当あるんですね2316ページもあるんですけどもそれが2900円で売ってるんですね。でそこに載ってる判例が11ともそこ,かそ,こそこに出てる判例なんですよ。 しかも要約の仕方がすごく似てるんですだから作文した先生はきっとこれを種本に使ってるなって感じはあるんですだからレックの今度の12月向けの担当はそれ使ってそこに載っているものから判例出しますで判例を出す数というのも今回に比べてちょっと多めにしますただ皆さんそれをじゃあ買って読まなきゃいけないかというとこれものすごい数載ってますからねだからそれをまあもちろんまあお守りって言っちゃなんですけども辞書代わりに持っておくっていうのはいいかもしれません普通に六方として使えますから 普通にその条文が書いてあってその後その条文に関する判例が載ってるっていうまあある意味担当の勉強する上では非常に便利な本ですからね買っておされてもいいと思いますけどもただそれを全部やるっていうのはなかなか大変だとは思います。まあでもまあそこから多分、えー、あるいはそれを参考にして問題を作ってるんだなっていう感じはすごくします。 でまあ、そういう対策をされる方はしてもらっていいんですけどもそうでない方はですね、えー、取材可能性の高い判例だったらそれはテキストに書いてあったりあるいは担当特別講座でさらに追加でお話したりしますので、えー、それぐらいで十分だとは思いますで逆に言うと取材可能性のある判例わずかでもある判例を網羅するっていうのはなかなか無理なことですからそこはある程度も割り切っていくしかないとは思いますね。 で次に会社法施行規則というのがありまして会社法施行規則につきましては、えー、前回は出なかったんですけども今回、一足出ましたで、まあ、前回も前々回も出てないんですけども今回問題12の絵という足でですね問題12の絵という足これはあの会社法施行規則によればとか書いてないんですよ。 書いてないんですけども、この絵の足は会社法施行規則に内容としては載ってるので、それを知らないと正確な。正誤っていうのはなかなか判定できないということはあります。ただ、会社法施行規則に関してはえ出題される可能性のある足というのはまあ大体わかりますので、これはあの担当のテキストにも書いてありますから、そんなにこれは心配する必要も対策をする必要はないと思います。で、次にですね。数字の引っ掛けというのも、これも今回初めて出題された形式です。問題3のあの足。 問題2足出たんですけどね2足出たんですけどもそのうち問題3の、えー、あの足というのがですね、えー、2分の1っていうこれはまあ皆さん解けたんじゃないかと思うんですけども読んでみると設立しようとする株式会社が公開会社である場合には設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の2分の1を下ることができないじゃなくてこれ4分の1を下ることができなかったですよね。受験資本の枠としてあんんまりたくさん その取締役会に与えちゃまずいだろうっていうので最低限4分の1は発行しておいてねっていう話でしたよね。えー、なのでまあこれぐらいはなんとかなると思うんですけどももう一問がなかなか鬼のような問題でしたね。問題19えー、絵の足ですね。問題のの絵の足ですけれども ななんんと禁止法なんです賠償責任にかかる請求権は虚偽記載を知った時または相当な注意を持って知ることができた時から6ヶ月間これを行使しない時は消滅するとなんとなくあの会社法上の訴えっていうのは提訴期間が6ヶ月であることが多いのであああるかなと思うと実はこれ3年なんですよね3年そんなこと知るかよよっていう話ですよねだからこういうところっていうのはこれも事前に準備ほとんど不可能ですのでねだからあのまあ 例えば大手のリサーチなんか見てみた場合ですね、えー、今年はあの50%以上正当率が50%以上の問題というのがですね、えー、全部で14問しかなかったんですよと14問50%以上の問題全部取っても70点しか取れないんですよと企業法で70点というとちょっと合否微妙なところでしょ他の科目で相当しっかり取らなきゃいけませんよねというか企業法はやっぱり80点本当は取りたいですよねところがその50%の問題全部 その取ったとしても70点なんですよでそこからさらにこんな問題こんな問題出されてですねそれでプラス2問正解しなきゃいけないっていうのはそれはなかなかきついいとは思いますだからまあ逆に言うとこういう問題を落としてもですねそれでも合格点取れるような、えー、そのところと言いましょうかね取れるようなそういう比較的優しい問題については落とさないような勉強しなきゃいけないというふうにも思えます。 であともう一つの特徴としまして過去問の焼き直しの足というのが多数出てますかつて過去問で出された足と全く同じあるいは生後を逆転させた問題というのが山ほど出てますでこれもちょっと時間がないのであらかじめ書き込んでますけども,も例えば問題3例えば問題3の「あ」の足「い」の足これはいずれも過去問で出てますちょっと見にくいんですけど、まあ、特にこれ年数まではメモする必要はないと思うんですけどね平成25年の 1> 第1回試験の第4問の「あ」の足で同じ足が出てます。「い」の足は平成25年の第2回試験の第3問の「え」の足で出てるっていうこんな感じですね。でさらにえメモしますあの特にいらないとは思うんですけどね。あのでちょっと見ていきますと次第5問問題5問題5につきましては「えー、あ」の足が平成25年の第1回の問題4の「い」の足。 で、えー、同じような足が出てます。で次問題六ですね。問題六これは三足も出てるんですよ。問題六は三足過去問の同じ足が出てまして、えー、あの足が平成二十一年この今年はまだあの担当式年一回でしたので平成二十一年の第四問題四のあの足。 でイの足は平成24年の第2回問題6の「え」の足で「えー」えーえー、の足は平成25年の第1回の問題7の「う」の足ですねで同じような足が出題されてますさらに問題8問題8はですね、えー、これも3子出てます。3子 過去問の足が出てます特にこの「イ」の足なんていうのは平成21年にも平成28年にも出ててこれ最高裁判所の判例なんですけどもさらに問題8今年の問題で3回目出ちゃったっていうようなところですねあと「う」の足に丸つけてますけどもこれ実は過去問ではまだ出てないんですけどもこの最高裁判所の判例についてはこれあの一問一答レックの一問一答の問題集にはちゃんと収録されてますよっていう丸の足ですね。で実はその今まで一問一問答のの改定というのがまあ4年間 ななされてなくてくちょっとまあ古くなってたんですけども現在もう改訂作業が終わりましてでまだ実際の出版がいつかっていうのはちょっとわからないんですけどあの販売がいつかっていうのはわからないんですけどもえもうじきまあ出ることになると思いますのでもし12月担当受ける方は是非新しくなった一問一答を買っていただければですねあの現在の傾向にまあベストマッチのですね問題集となっているというふうに思います。でさらに、えー 問題11の「あ」の足平成21年の問題7の「う」の足と同じ、まあ、これも判例なんですけども同じ判例が繰り返し出されてますねっていうところですね。でさらに次は問題13。 井の,の足、イの足丸つけてますけどもこれも最高裁の判例なんですけども過去問の足では出てないですけども一問一答では収録されてますよっていうので、えーまあ、宣伝兼ねまして丸つけてます。でさらに、えー、もうちょっとです問題,13問題13の絵の足ですね平成28年第2回問題11の井の足で、えー、同じような足が出題されています。 だからこういう問題はまあ足はですね正後しっかり判定つけないとなかなか合格点は取りにくいですねっていうことですね最後、えー、過去問の、えー、最後ですねこれが問題14の「いの足うの足えの足、えー」これなんか過去問で3子出てるってことはもう結局この問題は落としちゃいけないってことですよね。えー、事前に対策をしておけば取れる足ですねっていうことですね。 はいまあ、内容的にはまあこんなところが特徴的なところでしたね。で次は分野別の取材数についても一応見ておきますとこれほとんど毎年変わらないですね商法から2問、まあ、商法の中には実質的に商法と同じ規定である会社法相続から2問取材されましてであと金融商品取引法から2問ですよね。であとの16問間の16問が会社法だということになります。でここはもうずっと同じですよね 内は前回ということで、えー、前回のじゃあ内訳はどうなっているか今回の内訳はどうなっているかということですけれどもこれもほぼ例年通りです、えー、今年ですと今回ですと設立2問株式3問期間5問資金調達1問で期間は5問だったり6問だったりします株式の場合には2問だったり3問だったり場合によっては1問だったりしますこれはです、ね、株式と資金調達というのはあれ実は条文が同じところにあるでしょだから株式資金調達合わせて4問なんですね。 株式資金調達合わせて4問で期間で5問から6問ですよね今回は5問でしたで計算から2問持ち分会社から1問組織再編から2問ということですでこれ要するにどういうことかというとまあ毎回同じなんですけども全範囲からまんべんなく取材されているということですねでしたがって全範囲を勉強する必要があるということですね特に手を抜いていいようなそういうようなですね範囲はないということになりますね で次難易度につきましてはですね難易度ですけれども難易度についてはですねこれ史上最高に難しかったっていうのが平成二十六年の五月担当ですねえこれですこの時はえっと四十平均点 全受験者の平均点がしかなかなったんですよで大体ですねこの平均の平均ってどれぐらいかっていうとこの平成26年の12月平成27年の5月この辺り 50. 何の平均っていうのが大体その平均の平均ぐらいなんですね。でそれがこのその次の年平成27年の12月と平成28年の5月この2回がこのべらぼに難しかったんですよ。でその後 これじゃあそのアカウンティングスクールの人は点数取れないなっていうのでいかんいかんというので逆に今度二回がすごく優しくなっちゃったのねで特にこの平成28年の12月というのはそれまでなかったことなんですけれどもなんと企業法が優しすぎて全体の合格点のボーダーラインを押し上げちゃったんですよなのでこんなことはこれさすがにちょっとこういろいろ問題が起こったようですのでこんなことはあんまりないですね だからこの年っていうのは異常にこの年だけ優しかったんであってこういう問題が今度またこういう回があるかっていうとそれはあんまり期待しない方がいいと思います。で前回のですね平成29年の12月は50.6%ということでだいたいこの前に戻ったんですよね前にこの平均に回帰したってことになります。でたい2回は同じような難易度が続くので今回もまあたい平均ぐらいかなと 50. 何かなと思ってたらなんとあんな難しい問題ですよね。 だからこれもしかすると史上最高に難しかった45.9%下回っちゃうかもしれないただ、過去問の検討も進んでますからそれなりには点数取れるんじゃないかと思ってだいたい46.5%ぐらいじゃないかとは思います思いますけど実はこれ予想してもですねあんまり意味はないですよね。というのはその企業法の問題がどれだけ優しかろうが難しかろうがですねそれとは全く無関係に全体の合格点決まるわけですからだからあんまり考えてもしょうがないですけどもだいたい問題の難易度としては えちょっとまあ今回難しかったですけれどもその判例というものがえ今回ぐらいの頻度で出る可能性もありますのでやっぱりその対策としてはもうちょっと今までよりもですねその間口を広げると言いましょうかえ範囲を広げてて勉強すするる必要性が出てくるないいう感じはいたします、まあ、その分逆に言うと要領よく勉強していかなきゃいけないっていう感じなんですけれどね。企、はい、業法のの場合はですねその難易度 どうこうと言いましても結局出題された条文自体の難易度っていうような問題もそれはもちろんなくはないんですけども結局自分が知ってればどんな難しいややこしい細かい条文でも自分が知ってれば正誤の判定は簡単につくわけですねだから優しいと感じるでしょうし知らない条文は簡単な構造の条文でも難しいと感じるでしょうから結局は勉強する範囲をどの程度まで広げるかの問題ということになってきますじゃあどうやって勉強すればいいかということですけども基本的には担当テキストと一問一答それだけで十分です で、さらに穴をなくしたいのであれば、六法を読み込む。で、その六法として、今まであまり決めてなかったですけども、その有資格の判例六法、そこから出てるんだったら、それ。買って読んどいた方がいいじゃないかということになってきます。ね。ただ、それは条文と判例しか載ってませんから、解説は書いてないです。解説もっと読みたいなっていうのであれば、レックの築城解説という。なかなか素晴らしい本が出てます。えー、まあ、これ以上は必要ないっていうぐらい詳しく。 解説は書いてますのでそれをまあそれこそ辞書代わりに持っておかれてもよろしいんじゃないかと思いますで、これはもう論文まで使えるということで担当の時から築城解説をしっかり読み込んでいる方もいらっしゃいますで、あと一問一答先ほどもお話ししましたように12月用にですね大幅な改定をしまして最近の取材傾向にも対応できるようになってます発売についてはまあレックにお問い合わせていただきたいと思いますで、以上まとめますと企業法に関しては取材形式分野別取材数に大きな変化はなく難易度はまあ標準的で あったというかまあ標準よりは難しかったですけどもそうですねだからその難しいのと優しいのの差が激しいと言いましょうかねえまあちょっと今回は特徴的な問題だったということですね。したがって12月担当に対する対策としましても客観的にはですね従来通り条文と判例を押さえていくただちょっと間口広げた方がいいですねっていうようなことですね。ですね。でそれではあともう5分ぐらいしかないんですけども大手さんのリサーチで正答率の低かった問題の解説をちょっとしときましょうかね。 えっと次,の次の担当の講師の方がえいらっしゃってないですかね。じゃあとりあえずいらっしゃるまでいらっしゃるまで34問やっときましょうか。いないですね。いいなでですよねは,いではえ問題 1> 1ですね問題1、えー、大手さんのリサーチではこれ50%切ってます48%とか7%ぐらいですねで最高裁判所の判例の趣旨判例に照らしてか判例の趣旨に照らしてかっていう趣旨っていう言葉が入ってるのはその,その条文についての判例が出た後その条文の改正がありましたとただ内容的には同じですよっていう場合には趣旨っていう言葉でぼやかしたりしてますまああまり気にする必要はないですねでこの、えー、問題はですね あの足見ていきますと中小企業と共同組合法に基づいて設立された信用共同組合は商人であるかないかということですけども商人ではないこれが丸が正しいんですよね丸が正しいと。で問題なのは信用共同組合なんてことを多分初めて聞いた方たくさんいらっしゃると思いますそういう時にはどういうふうに判断すればいいかということですけども共同組合なんだからこれは対外的な営利活動はしてないだろうと。 だとすれば証人うううす,ることもできますあるいはもっと言えば証人、えー、かどうかというのは501条そして502条に列挙された限定列挙された行為というものを事故の名をもって行として行うその人だけが証人ということになるわけですからだったら501条502条に列挙されてるかなどうかなってことを思い出していただければ、えー、こんな信用協同組合なんてものはそこに書いてなかったですねってことになりますよね。 あるいはさらに一歩進めて信用共同組合って銀行みたいな仕事をするんじゃないのって思うかもしれませんけども銀行というのは受信行為と予信行為両方必要ですけれどもそんな細かいことは多分聞いてないよねっていうことでそれで切ってもらってもいいと思いますで、井上氏はこれは知ってなきゃいけませんね宅地建物取引業者は民事仲立ち人であるから正しいですよね民事仲立ちというのは、えー、その 当社間の契約関係契約の締結に尽力する人を仲立ち人というわけですけどもその契約が商行為ではないと典型例としては、えー、結婚相談所というのは婚姻契約という契約が商行為ではないのでそれを仲介する人は 中立ち人ではないということなんですけどもまあそれを類推していただければ宅地建物取引業者というのはえこれはですね判例として要するに一般人と一般人との間の非営利的な不動産の取引を仲介する人その場合には商人ではないということなのであ商人ではないじゃないですそういう人は中立ち人ではないですけれども民事仲立ちも商人であることには間違いないですからだから意の足は罰ということになるわけですね。 で宇野足はまあ有名ですよね七夜さんは銀行営業には当たりませんよということで丸ということになりますそして絵の足実はこれも判例あるんですけれども土を買い入れてこれで瓦を製造販売する営利行為は絶対的商行為ではないとこれは絶対的商行為なんですね何かっていうと501条の1号に書いてある陶器購買実行売却ということになるわけですつまり、えー、物を仕入れて で後でそれを利を乗せて高く売ろうううとといい行行行為為為そそのの仕入れ行為というのは絶対的行為ですよねそしてそれは仕入れたものをそのまま売るだけではなくてそれを使って製造するあるいはそれを加工するというそういう手間を加えて利用のせて売るというのも投機勾配にあたるということですからこの瓦製造業者はのなしている行為は絶対的商行為だということになりますよね。 はいそれではもうちょっといきましょうか次第問題にも正答率が低かったんですよね問題にこれものすごく低かったんですよ十何パーセントですね17とか15とかっていう正答率しかありませんでしたで会社の使用人または代理省に関する問題ですね会社の使用人というのは要するにサラリーマンですから会社に従属する立場にあるわけですこれに対して代理証というのは独立の商人ですから 会社からはある程度独立した立場で自分の思ったような行為ができるってことになるわけです。その差を聞く問題ですけどもこれももう知識がないとなかなか大変な問題ですね。あの足支配人は会社の許可を受けなくても他の会社の監査役になることができるかどうかっていうと支配人というのは会社に従属する人ですからだから他の会社でアルバイトはできません。 他のの会社の経営者ににななるる取締役になったりすることもできませんじゃあ監査役になることはできるのっていうと実はこれ条文12条1項4号でその協業が禁止されているものとして監査役というのは列挙されてないんですよねだからこの監査役になることはできるということになります。 次井之氏会社はその使用人に対し当該会社の事業に関するある種類または特定の事項を委任した時はその旨を登記しなければならないか何を聞いてるかっていうとこういう人は支配人に当たりますかっていうことですね。でらの定は支配人じゃなれ、ね、ていうふうに名前を呼ぶかっていうとこれ昔は番頭とか手代とかっていうふうに言われてました商法の改正前会社法の制定前にはそう呼ばれてたんですね。 会社法制定によって、この人たちの名前がなくなりました。でも、名前なくなったけども、支配人じゃないことは明らかですから、登記する必要がないんですよね。だからイの足、イノアシ登記しなければならないというイノアシは間違っている、ということになります。で次、イノアシ。代理証、代理証というのは、独立の証人です。じゃあ、会社の許可を受けなければ、他の会社の使用人となることはできないかというと。そんな規定はありません。と。でも、独立の証人だから、使用人となることはできるでしょうね、ということですね。自分自身で商売できるぐらいですから。 他の人のサラリーマンになることはできるでしょうということです最後絵の足代理省は取引の媒介をしたときは地帯なく会社に対してその旨の通知を発しなければならない代理証というのは 商人から独立した立場で、だいたい遠隔地においてその証人の行為についてまあ、言ってみれば外部的なお手伝いをしているわけですから、だったら取引が成立したらそれ連絡してあげないと、えー、本人たる商人というのはどれだけ売れたか誰に売れたかってことが分かんないでしょうっていうことですよね。まあ、そういう観点から判断してもらえばいいですけども、これが正当率10%台っていうのはものすごく低かったっていうのはですね、まあ結局はあの足このあたりが 分かんなかなったとといううことでしょうねあるいはののの足この辺のとここ辺とととろを迷っってしまったということですねで今説明した説明の仕方としましては会社の使用人というのは会社に従属するサラリーマンだからより厳格な規制が加わってくるしこれに対して代理証というのは独立の商人だから比較的緩いという話をしましたけれども実は本試験でそういう思考回路で問題を解くというのはもう追い詰められてるんですね。 本当はだからもう条文があるかないかっていうのがもうデジタルにこれ読んだ段階でわからないとですね実は不安でしょうがないんですよでじゃあその不安を消すためには生徒率を上げるためにはどうするかって言ったら結局その条文にできるだけ当たる判例にできるだけ当たるっていう作業をしていくしかないっていうふうに思いますなのでまあ、えー、レックですトーの担当上級講座聞いていただいて えー、その一問一答使っていただいてあるいは築城解説使っていただいてで判例しっかり勉強したいならは有比較の判例六本を買っていただいてですねそういう形で一つ一つ知識を増やしていくしかないんじゃないかというふうに思います。それではまあ今日時間となりましたのでこれぐらいにいたしまして次はカンサロンですかね、はい、じゃあカンサロンの先生にバトンタッチしましょう。 はい、えー、それではですね。監査論を始めていきたいと思います。久坂です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とまずですね。あの監査論、を今回受けられてみてまあ、どうだったかと印象がね。様々だと思うんですけども。あのおそらく前回のつまり、2017年の12月の本試験を受けられた方は？ あのそれよりは明らかに難しくなったなと感じられたと思うんですね。で、あの我々ですね講師陣があの回答出しでですね回答を考えててもあのちょっとこれ解きにくいねっていう話が正直ありましてあのおそらく受験生のね皆さんがあの本試験会場でこの問題を目の当たりにしたときにちょっとねあの。 戸惑っったた方は多かかんじゃないかないいと思いますで、まあ、その要因としてはですね何かあの言葉で引っ掛けてきてると言い回しをです、ね、何かあの難しくして、えー、ちょっとね、えー、あれ誤った回答を導かせようとしているっていう感覚がちょっと強かったので。 まああの前回の本試験よりは難しかったなと思いますで前回はですね正直なところ合格者の方話聞いてみると8割取れたよ9割取れたよって監査論で言ってた方も意外といたんですけども今回はですねあの本試験の緊張も考えるとまああの13問ぐらい取ってほしかったかなとそれでも13問かと思う方もいらっしゃると思うんですがまああの13から14問ぐらいがまあ あの冷静にできればですね、えー、取って欲しかったかなという感覚ではありますが、前回よりは明らかに難しいと。で、あのちょっとねこれはお配りしてあのえっと。 直後の,です、ね、あの回答の速報のところでも一応これは映しているんですけどもだいたいねあのざっと出題内容とまあ難易度というか正答可能性が高いか中くらいかということで、えー、とこの表にしています。で、えー、とまず形式としては配点は全部5点でしかも正しいものを選ぶ組み合わせだったの正しいものの組み合わせを選ぶ問題だったので、まあ、そういう意味ではですね出題形式は変わんなかったと。 で、まあ、あの、これね、あの、聞いてくださっている方の中には、ああ、もういけたな。 合格できそうだなっていう方とまあ、もう1回受けなきゃいけないかな？っていう方もいらっしゃるかもしれないですが、あの形式に関してはですね。今後も分かりませんから、もしね。また、あの万が一ねもう1回12月の受けるっていう方はこれ5点だっていうのも今後わからないし、20問かどうかも分かりません。なのでちょっとね。その点はあの。まあ、今回は例年例年通りだったけれども、形式が変わることもあるということはね論文受けられる方も。 論文の形式も変わるかもしれないのでそこは先入観を持たないでやってくださいということは、ね、思います。で、えっと、ただね論点を見てみると皆さんどれもとっぴな論点はなくですね全て学習はしている内容ではあるんです。でちょっとここで今回は特徴的だというかですね まあ書くまでもないかもしれないんですがこの実施論がちょっと少なかったんですね実施論はこれ問題12の監査調書、リスク評価とか評価したリスクへの対応と監査計画、まあ、これが実施論でですねで報告論が4問意見表明と追記情報と比較情報と後発事象ということで報告論がね比較的多かった。まあ もうちょっと実施論普段は出るんですけどもそういったあの違いはありますけどもあとはね前半のこのまあ歴史とかですね職業倫理会計士法金賞法会社法ね四半期レビュー内部統制品質管理とこの辺なんかはもう予想通りというかね、まあ、当連でもこの辺は常にこの形式で本試験来るだろうなっていうことで、まあ、予想通りの範囲が出ているで後半はあのこういったね換気法ベースの話が出ていると。で あとですね、もう一つ難しかった要因としては、あの、過去も逆にやられて、本試験に、あの、何らかのね、えっ、ー、と、 まあイメージというか抱いてた方は普通はですねここ何回もずっと後半の問題の方が簡単だったんですそれがですねおそらく今回は前半の方があのまあ簡単というわけじゃないんですけども正当可能性が高い問題が集まっていてですね後半の方に難しい解きにくい問題があったのでその点でですねあ あのもしかしたらです、ね、あ自分は後半できないとそれで例年のことを考えると後半できないと受かんないやとかですねそういったなんか焦った感情を持たれた方はあの、ね、み,んなみんな難しいの一緒ですからあの本試験の間で,です、ね、あのもうどうなるか分からないということは、ね、あの改めて難易度とかです、ね、その時によって違いますのであのそこは、ねえっと、担当論文ともあまり先入観を持たずにやってほしいなと思います。であのちょっとですね えと具体的にまあ今後の対策とかですねあと問題ごとの傾向を具体的に問題で見ていきますけどもちょっとあの画面はあのちっちゃくなっちゃって申し訳ないんですけどお手元の問題を見ていただければいいんですけども問題1からねあの ちょっとですね、えーとまあ、対策とあとは論文に向けてとねあのいろいろ話していきたいと思いますが問題1はどうだったかというとこれ歴史なんですけどもあの問題文の上でですね年代とかねあの年号年代は判定の対象外とするというこう,こういったですねあの 正しい書きがあるので、あの実はここは歴史の流れをですね、あんまり知らなくても内容が分かっていれば解けたという問題で、あのあなんかはね、準拠性と適正性で別にですね、一般目的が準拠性ダメなんということはないので、まあ、ここらへんは基準を読んでたかどうかと、でいのところのここを見てわかるのは中間財務諸表がですね出てるんですね。で中間なんて皆さんもう完全に切ってたかもしれないんですけども、あの中間がゆ 重要性だと。 いうことについては私の講義でも抑、ね、えておいてくださいとは言ってたんですけどもあの保証水準の比較ねこれはあのできるようにしておいてくださいつまり年度の監査中間監査四半期レビュー、ね、ここの保証水準の差に関してはあの担当論文とも今後もね大事なのであの中間は全くケアしないじゃなくて有用性っていうね、えー、合理的保証水準なんだけれども適正性よりは低い水準だということだけはねあの改めて知っておいていただきたいと思います。 で「う」と「え」ですけども「う」なんかはですねこれはあの監査基準の中に連結財務諸表特有の規定は皆さん 監査基準を読んでいればないっていうことは分かったと思うんですね。なので、監査基準をまあどれだけ読んでたかということになりますし、絵のですね、この四半期レビューで適正性ってなんか変な気もしたかもしれないんですが、四半期のところで、四半期の報告書でですね、適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったと、この文言を思い出せればですね、あ四半期でも適正性なのかなというふうにまあ考えることができたということで、 あのここでのメッセージはですねやっぱり担当であっても普段から基準を読んでるかということだと思うんですね。先ほどね森村先生もおっしゃってましたがあの条文とおっしゃってましたけど監査もですねあの やっぱり嫌がらずにこの担当の段階から基準ね、ね監査基準とかあとは換気法ですねそこら辺はしっかりと読みながら進めていただきたいと思いますしそれがね、ねやはりこの担当式試験でもメッセージとして、ね、出てると思います。であの やっぱり論文を受かった受験生の方にですね話を聞くと担当の時から基準を読んでたっていう方がやっぱり9割5分ぐらいです、ね、いますで、まあ、特殊な方でね基準はいいんだと思うレジュメとかね問題だけで一問一答とかだけでいいんだという方もいるんですけどやっぱりね論文まで長期的に考えると担当の時から基準を読んでるっていうのがあの。 こういう問題を解く上でもいいので担当の問題を解く上でもいいのでやっといていただきたいと思います。なのでまあ問題1は、ね、そういった意味である程度基準を読んでれば、まあ、なんとか解ける問題ではあったと,で、えー、とちょっと時間の関係でざっといきますけど問題2ですねこれ職業倫理と独立性でここはです、ね、あの今実は実務上のトピックではあります。 で独立性なんかはねかなりあの問題視されていて監査法人のローテーションをしようとかそういう話も実はなってるんですよ。なので監査法人を3あの何年かに1回変えようとかですねあの今はねえー、と業務執行社員を。 例えば7年2年とか5年5年っていうのをねやったと思うんですけどもそれを監査法人ごと変えちゃおうっていうような話があの議論されているのでこの辺はですね担当論文とも今後もねトピックですのであの、まあえー、今回出てる問題の選択肢はしっかりと。 抑えてておくようにして欲しいいなと思います特に今回この問題では、ね「うとでです、ね」と「え」で主要な担当者のローテーションとかです、ね、深度ある審査の実施なんてもうこれは正しいですし「え」の選択肢で、ね、職業倫理に関する規定を遵守できるかどうかっていうこともこれも非常に大切なポイントなので、まあ、あの問題には、ね「うと」と「え」でしっかり判断できるようにしていただきたいと思います。 であのこれ他の先生もおっしゃってるかもしれないですけれども特に監査論ではですねあのまあ、論文に行かれる方もいらっしゃるでしょうし担当もねもう一回受けなきゃいけない方もそうですけどもあの担当論文で過去に出てる問題っていうのは何度もですねあの繰り返し出されますなので、えー、ここでね例えば担当今回出たから次回の担当出ないかというと全くそんなことはなくてちょっと変えた選択肢があの かなりの確率で出ますので、あのもし担当万が一ね次回も受けるという方はこの過去問はもうすべてねあの今年の問題はしっかり解けるようにしていただきたいですし論文受ける方もここの担当で出た論点の中でもね大切なところはですねしっかりと復習をしておいていただきたいと思いますでそれを含む踏まえですねちょっと次の問題さん行きますけども。 問題3の会計書ね、まあ、会計書に関してはこれは担当特有なのであまり論文でそ,こそのまま出るってことはないんですけどもここはですねえー、っとまあここもあの審査 担当者のローテーションの話もですね「い」で出ててあの問題にと何か似たような話でもあるんですけどもこういったのが出てるしあと「あのね翌会計期間の終了日まで役員になれない」っていう話とかですねあと「う」の「う」と「え」があるんですけども「う」はですねこれ共同監査の話が出ていて「 これであの一時的にね共同監査してた人がいなくなっちゃった時にどうするかっていう話ですけどもこれ「う」はですね実は3年ぐらい前の過去問で出てるんですねそのまま出てる。で「え」のですね全ての有限責任監査法人が計算処理を作成しなきゃいけないっていう話もですねこれも過去出てて全てではなくて売上がね収益が10億円以上の、えー 監査法人ということも出てるので、まあ、ここら辺はですね、もちろん担当ポイントアップ答弁でも出していきますし、あとはね、問題集に載っている過去問で対応可能ですので、えー、監査の、まあそういったね、えー、対応方法でやっていただければいいと思います。で、えっと、問題4のですね、あの、禁症法のところですが、これは正直、条文を追っかけるのは、皆さん、会社法であ、企業法の講義で、えー 禁止法をやられていると思いますけどもこれはかなり難しい条文を追っかけるではなくて監査論の対策としてはですねもうここで出たものをしっかりと押さえてしまうしかもここで出たのは全部直近の3年4年以内の過去問で出てるんですねポイントはあの訂正報告書これはですね有価証券報告書の訂正報告書は監査証明必要もうこれ結論を押さえておいていいですで内部統制報告書の訂正報告書は不要なんですねなので意、e、は罰と。 で右のですね臨,臨時報告書臨法なんて言ったりしますけども臨法は証明は不要です臨時報告書は不要 で最後の絵だけがです、ね、ちょっと難しいかもしれないんですが内部統制報告書にはです、ね、普通は必要なんだけど一定の条件を満たした場合にはあの不要なのでこれ正しい選択肢です、であのこれはちょっと、ね、頭の中片隅に入れとくといいんですけど上場後3年間上場したばっかりから3年間は内部統制監査の報告書に監査証明はいらないので、まあ、ちょっとその知識はここで押さえておけばいいと。 ということで、ここは過去に出たものの選択肢のまんまだったというのが問題4なんですね。でも、問題5と問題6は、これは会社法の問題で、実は会社法通りの選択肢、会社法の条文通りだったんですね。なので、問題5と6は、 まあ、あのここは監査論で対策をするというよりは会社法の講義の中でやった内容を監査で、えーまあ、考えながらです、ね、答えるというふうにしていただければいいと思います。ちなみにあの 担当をですねまた受けなきゃいけない方がいたとしたらその方のために言っておくとあの会社法と禁証法と会計士法ははっきり言ってですねあのいろんな箇所が出ていますが過去問で出ている箇所が相当程度重なりますのであの会社法、禁証法、会計士法に関しては問題集ね問題集に乗っかっている部分をまとめてですね一気に解いてしまってそれとあとこの直近の今回の過去問ですね。これを あのまとめてやる以上に対策はしようがないですからあとは会社法で学習した知識を使うしかないですからあのまとめてです、ね、会社法、金書法、会計証はあの問題集、えー、あとは当連そして、えー、今回の、ね、問題集にはちょっと多分今回の過去問は載らないと思うのでそこの,この問題に関してはまとめて解くということで圧倒的にです、ね、あの点数が上がりますから会社法、金書法、会計証はそういった勉強法をしていただくといいです。 はいでえっと、ちょっと先に行きましてですね、えっと、問題7の四半期レビューにちょっと見たいと思いますが、ここはあの細かい話というよりは、ここはあのかなり講義で扱っている内容と、ねえー、変わりませんので、あの、まあ、なんかもです、ね、計画を修正することはないなんていうのは常識的に考えてないし、あの うのです、ね、専門家の業務とか内部監査の結果の利用もしないってことはあ,のありませんので、まあ、逆にね、えー、難しかったかもしれないですけどもこういったところはですねあの普段の学習の中であの対応ができる問題ではあったと。であと問題8の 内部統制監査なんですけどこれはですね担当論文ともに今後意外と重要性があ高いんじゃないかなと思ってます。というのはあの今、会計士協会がですねこの10年間の監査制度というか監査の実務 的なことの総括をしていて、ちょうどですね内部統制監査が始まってから10周年なんですよ。それもあってですね、あの論文でもちょっと怖いんじゃないかなというふうには個人的には思ってますね。で担当でもやっぱりね内部統制監査がまあ、出ない年はあんまないんですけども、やっぱりここでもちゃんと聞いてきたと。しかもあのこのイ南っていうのはですねあの。 内部統制監査報告書に在外子会社の監査人を利用した結果をあの当該あのえ記載することによってとか書いてありますけれどもこれは去年の論文であの他の監査人等を、ね、利用した場合にはあであっても、えー、監査報告書には記載しないっていうことはあの出てますのでもう 直近の論文とかで担当とか関係なく過去に出ていようが出てい,まあの出ていっても関係なくこういうふうにね繰り返し出ますのでまあこういったところはですねあの本当に監査論は過去問が大事なんだということでね担当の知識が論文に使えるし論文の知識が担当に使えるのでこれはですねよく復習しておいていただきたいと思います。 ちょっと論文の対策のために言っておくと「絵、ね、はです、ね、論文対策としてししっかりとこの選択肢を押さえておいてほしいんです、えー、監査人は前年度において内部統制の評価結果が有効であった業務プロセスにかかる内部統制の運用状況の評価にあたっては当該業務プロセスにかかる内部統制の整備状況に重要な変更がないなど新,しい新たに確認すべき事項がない場合経営者が評価において選択したサンプルおよびその評価結果を利用できるということで。 つまり何言ってるかっていうとあの会社の人がですねまずは内部統制が有効かどうかを判断して評価してうちの会社の内部統制有効ですとかっていう報告書を作るわけですがその会社の人が自分の会社の内部統制有効だっていうことを評価したその評価結果とかですねサンプル会社の人が選び出したサンプルを そのまま利用することがこのね一定の条件の場合この絵の選択肢の条件の場合にできるのでこれはですね監査人があの会社の,監あの利用ね評価結果を利用できるっていうことはしっかりとですね押さえておいていただきたいと思いますでえっとちょっとねすいません時間があと10分しかないんですけども問題9ざっとね見ていきます問題9の あの品質管理これはですね正直実務上はものすごいトピックなんですが品質管理を論文で書いてもらうっていうのはなかなかですね問題として出しにくいところがあるので品質管理に関しては結構担当でねあのよく出されますので。 担当対策として、えー、しっかりとこの問題維持はできるようにしておく上であの論文としてはですね、えー、品質管理基準委員会報告書の1号と換気法の220ねこれを参照すれば比較的答案書けますので、えー、論文対策としては品規法の1号と換気法の220で,、えー、でも主に担当で出される論点かなと思いますのでちょっとその点はご承知おきください。 で、えっ、ー、と、問題10はですね、これは、あの、保証業務ですね。で、保証業務に関して言いたいのは、あの、保証業務っていうのは論文上は、重点出題項目には含まれないというふうに金融庁発表していますが、えー 定義ですよね言葉の定義例えば「保証業務リスク」とかねそういったような定義業務実施者とかそういった定義は一応あの論文対策上も押さえておいてください保証業務リスクとかそういった言葉の言い回しは押さえるとあとは担当論点ですね細かい話は担当論点ということになりますのでまあ,あの保証業務に関してもですね、まあ、あのこの担当のここの問題10なんかねあのしっかりできるレベルでいいと思いますのでここはあの 問題で押さえておくとで、あの例えばですけどもえっ、ー、と。あ、そうか、ごめんなさい。ここはねえっと、えー、いいです。保証業務でいいんですが、問題ごめんなさい。11に行きます。で、問題11と12。ここはですね。はっきり言ってもう難しいので、問題11と12はあの取れなくて良かった問題です。で、あのここが皆さん担当の嫌なところなんですよね？あの。 いいのところを見てください問題11のいい、ね「E」ねこれ解説の動画でも言ったんですけどもあの3行目の後半ね企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなくてもよいとこれは正しい選択肢なんですよつまり上か「E いい」の2行目財務省全体に関連する不正リスクが識別されない場合は企業が想定しない要素は監査計画に組み込まなくてもよいということで正しいんです基準を読めばね。ただこれですね実務上は 企業が想定しない要素を組み込まないってことは普通ないんですよ。 このぜ財務省全体に関連する不正リスクが識別されなかったとしても実務上はは想定しない要素は組み込み込ますだからあの例えばね補助者としてあの働きながら勉強されてる方なんかはここ迷っちゃったと思うし講義でもですね普通この企業が想定しない要素を監査計画には組み込みますよってあの井な先生言うと思うんでちょっとですねこれ実務の感覚と ずれている問題で間違あのそういう解説を聞いたことがある人はですね間違っちゃったかもしれないんですがなのでここはこういう問題はあまり気にしないというふうにしてくださいただね、えー、規定上はまさに財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されないと想定しない要素は組み込まなくてもいいということはまあ一応ここで知っておきましょうというぐらいですねで。 問題12の監査調書今度はこれは逆なんですよこの「い」のところを見てくださいここがねすごく難しかったと思うんですが監査人は監査手続きにより入手した重要な監査証拠について監査調書に記載するのであって監査証拠のすべてを記載するわけではないというふうなのでこれはあの答えは「×」なんですよねツ。つまり重要じゃない監査証拠も記載するということになります。 あの実務的にはそうなんですよ実務的にはです、ね、あの公認会計士協会の品質管理レビューとかであの監査調書をチェックされたときにです、ね、あの監査調書に書いてないことは監査をやったことにならないというふうに判断されます監査調書に書いてないことは監査をしたことにならないということなのであの基本的に監査人がもうあの必要だと重要だとあの思ったあるいは重要じゃなくても、ね、必要な監査証拠は全部記載します。 けれどもこれはですねちょっと余計なことかもしれないですが換気法230の A2 項ね230の A2 項には監査調書の範囲は入手した監査証拠の重要性の程度を考慮して決めると基準上はですね重要性を考えてて決めるって書いてあるんですよだから基準をそのまま読むとこの「E の選択肢ってなんかねえっと丸になりそうな気がするんですね。なのののでででそういった意味でここ基準とですねこの イの,選択肢のイの選択肢は若干そごがあるように見えてしまうんでそういった意味でこういったところに関しては今後もです、ね、担当対策としてはできなくてもいいのであの細かいところは気にしないでやっていくというのがいいですね。なので11と12はあのこれは今後も同じ問題が出たとしてもあのできなくても合否には全く影響がないのでそういった意味で、ね、おさあの理解しておいてください。 あとですねあの、えっと、問題の13なんかはです、ね、これは、えっと、内容が大切ですので問題13はこれは担当論文とも、ね、あの内容が大切ですので特にうとへの選択肢はよく、ね、復習をしておいていただきたいうとへはよくあの理解をしておいていただきたい選択肢なので、えー、ちょっと、ね、うとへ押さえておいてください。で問題14の監査計画に関する 問題でしたけどもこれはですねえー、っとやっぱり「う」と「え」がね理,あの理解が大切な選択肢でしたのでここはあの次回の担当論文ともですね「う」と「え」の選択肢はしっかりとあの理解をした上えで押さえておいていただきたいと思います。でちょっと先に行きますけども問題の15ですねこれここで意見表明に関する問題が出ていてであの「 ここはですね単純に言葉の言い回しを問う問題だったとで今回前半でも言いましたけれども担当の監査論が難しく感じたっていうのはやはりですねこの「あ」の選択肢のようなあのこういった、ね、言い回しのところであの引っかかってしまったかなと思います。であなんかはですねこれ2行目の 当該財務諸表に重要な虚偽の表示が存在しない旨を記載しなければならないと一見あってそうに見えるんですけどもあくまでも、ね、重要な虚偽の表示が存在しないことについて合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいるだけであってここでそんな、ね、重要な虚偽の表示が存在しないということは書きませんからあそういった意味で,です、ね、こういった言い回しであのかなり引っ掛けている問題が今年は、ね、多かったかなと思います。 はい、であ,のあと、い、まあの選択肢、これは、ね、しっかりと担当論文とも大事ですので、ね、ここは押さえておいてくださいね、えー。重要な虚偽表示リスクを合理的に低い水準に抑えた上でえで事故の意見を形成するに足る基礎を得なきゃいけないということになってますけどもあくまでも重要な虚偽表示リスクは会社側のリスクであって、ね、監査人側のリスクではないですのであくまでもここは、ね、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるということだったと。 はい、であとです、ねえー、問題16、あのこれはです、ねあのまあえー、次回の担当対策としては問題16はしっかりとやっておく必要があると思います。 ただ、あの、継続企業の前提に関してはですね、あの、まあ、論文対策上は出にくいかなと正直思ってますね。これ、あの、継続企業に関しては、リーマンショックとかがあった頃のですね、に論文では2年連続で出てるんですけども、担当としてはですね、細かい論点なので出ますが、論文上は、やはり、 結構その社会の自制のを反映した問題が出ますのでそういった意味でですね、えー、これは担当対策としてまあ割り切ってですね継続企業はしっかりと抑えると。で えとあとですねもうだんだん時間がなくてあれですけど17ですね問題17はこれはですねえっと追記情報に関してここもあの基本的には担当対策として講義で扱っている内容ですのでまあここもね講義をしっかりとやっていればまあ,ある程度できたかなということですで。論文対策としてはまあ追記情報というのは情報提供機能の発揮だからねえこれは監査人の意見の枠外で表明されるんだと。 でそれはなぜかというと期待ギャップの解消なんだというところをです、ね、問題17では思い出しておいていただければいいかなと思います。 で問題18ですけども、比較情報ね、ここに関しても、なかなか論文では出るような話ではなくて、担当的な論点で,で、比較情報は日本では対応数値方式が採用されていますけれども、2年前かな、担当で、比較財務諸表方式も出てますので、担当対策上は、この比較情報に関して、対応数値、比較財務諸表方式の両方をねしっかりと押さえておいてください。論文対策上はですねまあ あの多分出ないと思いますけど出るとしても対応数値方式だけですので論文上は対応数値方式をしっかり押さえるということで、えー、勉強を進めていただきたいと思います。で問題19のちょっと 時間がないですけども、問題19ね、これを最後にやって、えっ、ー、と終わりにしたいと思います。問題20は不正リスク対応基準で、もうこれはね不正リスク対応基準は先に、もう基準を読んでいてくださいというだけなんですけど、問題19の後発事象ですね。これはですね、あのもう1年おきに論文で出てると言っても過言ではないぐらい、ここに絡めた話が担当論文とも出てます。 ね、なのであの後発事象に関してはあのもうずっと重要性が高くてあの毎年何らかの形で出るので、えー、しっかりと理解をしていただきたいところですね。であのあはですねこれは えと後発事象に関する手続きのことを聞いてます。なので後発事象に関する手続きね期中財務諸表の通読とか取締役会とか株主総会議事録の閲覧とかですねそういったことはあの頭で、ね、思い出せるようにしておいていただきたいと思います。でのですね え選択肢の3行目の後半期末日現在の残高についての監査証拠を入手する、えー、入手を目的とする手続きによって後発事象に関する証拠を入手する場合があると。 というここでですすけども、これなんかはですね、期末日の売掛金ですね。期末日の売りかけ金の実在性を確かめるために、えー、期末日後の売掛金の入金を確かめるっていう監査手続きよく講義でやりますけども、えー、それなんかをですね、思い出していただいて、えー、解いていただきたいというところですね。でまあ「う」と「え」は基準そのままなんですが、まあ、こういったですねちょっとまとめますと。 あの全体的にまああの講義等で扱った内容がまあ多く出ているあとは過去問ですね担当の過去問の焼き直しがかなり半分ぐらい1回過去に出たことがある選択肢が出ていますので監査論に関しては過去問、まあ、つまりレックでいうとこ問題集を解くとそしてあとは担当のポイントアップ答練であの過去に出た問題はです、ね、あのちょっと角度を変えて出していますので担当ポイントアップ答練を、ね、しっかりと受講していただいて 解いて解いていただくということをまあ、やっていただけばある程度ね、えー、とこまではいくと思います。で最後はやはり基準ですね基準をやっぱり読んでるか読んでないかで担当の結果と論文に、えー、論文にもそれがつながってきますのでやはり換気法とあとは監査基準不正リスク対応基準このここに関しては、えー、この問題を復習する際に原文に必ず当たってくださいね、えー、冒頭でも言いましたがあの論文まで 受かった方の話を聞くとやはりね担当の段階から原文に当たっているということを言ってますのでそこはねしっかりとあのやっておいていただきたいと思いますはいすいませんちょっとあの掛け足でしたけれどもえっとこれで監査論ね終わりにしたいと思います次野見は先生管理会計ですか、ね、はいあじゃあこれで終わりにしたいと思います。 はい、えー、それではですね分析会の管理会計論の方を始めていきたいと思います担当はレクセンリン講師に野宮ですよろしくお願いしますはいえっとまあ管理会計論の方始めていくんですけどもえっとこちらですねちょっと配布物まずご確認いただきましてまあ私のレジュメとあとまあ本試験の問題ですね二点あるかどうかご確認くださいでまずちょっとレジュメの方ですねまあ開いていただきまして 今回の試験の分析をやっていきたいなと思うんですけれどもまずまあちょっと形式面の話からさせていただこうかなというふうに思います。 でこの後まあとあ内容面の話を、ねまあ、踏まえていきまして、まあ、今回、できなかった方が、ね、おそらくまあまあ多いのかなと、まあ、この分析会来られている方はおそらく次の12月目指される方が多いでしょうから、まあ、次の12月に向けて、まあ、今回、ダメだった原因とどういう対策をしていけばいいのかというのを、ね、簡単にお話しできればなと思います。でまず今回のの試験の形式的なな分析になってくるんですけど まあそんなに形式で大きく変わるっていうことはまずないんですがここ最近の試験では、まあ、ちょっと問題数がね、えー、構成が変わっているっていうのが、まあ、特徴としてはあります。まあ、ここ最近直近直3回ですね平成29年 1>, 1回目の試験からは基本的にはですね計算と理論っていうのが7問9問っていう割合だったんですけれども、まあ、これがまあ3回連続続いてきたわけですけど、まあ、今回の試験まあ8問8問っていう形になっているので、まあ、計算と理論の比重っていうのがちょっとこれ前の試験と変わっているっていうのが一つ特徴としてはあります。計、まあ、計算問問題がまあ管理会計分野ですね1問増えて で理論問題がその分1問減ったっていう形になりまして、まあ、計算トータル8問解いていかなければいけないので、まあ、結構時間的にタイトになってくるのかなと思うんですけれどもただまあその分ですね1問に要する時間っていうのはちょっと減ったような印象を受けますので、まあ、比較的まあ後から振り返ってみるとですね、まあ、これ実は取れたなっていう問題が多分に含まれてるかと思いますから割と素直な問題が多かったという印象を持っています。 だからまあ蓋開けてみると問題数ベースではちょっとね計算的に厳しいかなというね感じは見受けられるんですけれどもまあ内容面ではねあの割と解きやすい問題だったので1問にかかる時間は相当少なく済むのかなというふうふには思いますからまあいつもとほとんど時間的な感覚というのはそんなに大きく変わるところはないのかなというふうには思います。はい、であとまあ一応下に配点ベースでも載せていますけれども。 まああの今回は計算がが点点理論が40点ですねここ3回の直近の試験は一応計算55点理論45点っていう形でまあ割り振りされていたんですけどもまあ計算の点数がね5点増えたということでまあこの辺は誤差の範囲になってきますけれども今後の12月の試験とかがねちょっとどうなるのか分かりませんけど基本まあ7問9問で出されるか8問8問で出されるかの二択かなというふうには思います。 計算がね9とか理論が7っていう時代もありましたけれどもこれは実質的にその時間がもう全然足りなくなってくるのでさすがに1時間の時間の中で計算9問解いていくっていうのは現実にあまりありませんからねだからまあ基本皆さんの心づもりとしましては7対9か8対8かっていうところでねその二者択一だと考えていただくといいかと思いますであとはちょっとどうでもいいんですけど計算問題が1問増えたことによってあの ここ3回の試験は一応9点問題っていうのがあったんですけど直近の試験は9点問題っていうのがなかったので結構9点問題っていうのはねあの受けてる方としては結構怖いんですよね。で出てきた時にこれ間違えると9点かだいたい2%点数下がるのかっていうふうに考えてしまうとですねかなりまあ,あの危機感を覚えながら解くことになりますからね足元救われることが多かったんですけど、まあ、そういったねえ変に不安を煽るような出題っていうのはなかったようには思います。はい でこれがまあ簡単ではありますけど、形式面の話で、で次の2、3ページ開いていただきまして、でちょっと3ページの今回の目標点数ですね、これも当日の速報動画の方でもあの上げさせていただいたんですけれども、まあ、基本的に67点程度ですね、全体としては点数取ってほしかったという、そういった出題内容となっています。はい まあ高いと見るか低いと見るかはね人によって違うところだとは思いますけれどもだいたい例年管理会計単体だとまあ65点前後っていうのが目標点数にはなってきますのでまあ67点程度っていうのであればまあ例年とそんなに大きくね難易度としては変わらないのかなというふうには思います。で過去問題に対する正当可能性とかも載せていますのでまあ復習される際にはですね一つまあ目安にね考えていただくといいのかなと思います。はい でここからちょっとですね内容面のお話をしていこうと思いますので、まあ、こちらの本試験の問題ねお手元にご用意いただきたいなと思うんですけどで問題1からねちょっと見ていきたいと思うんですが。 まあ問題のうちはもういつも通り原価計算基準からの出題ということになりますので特にまあ何もね木をてらった出題ってわけではありませんから、まあ、事前のね、えー、予想が当たっているところなのかなとは思いますけれどもまああの非常にまあ普通の問題ということになりますので特に取り立ててね何かを申し上げることっていうのはないんですけどもこのまあ選択肢 A なんかは過去に出されたことがある足ですねまあ微妙に表現は違いますけどこの選択肢 A の 下から2行目のところですねこの標準科学っていう部分が、まあ、誤りの部分になってきますけどここをね言葉入れ替えてくるっていうひっかけは過去に何回か出されているひっかけなので、まあ、過去問とかねやられていた方はですねああこれいつものやつだというので、まあ、すぐにね正誤判断できたのではないのかなというふうに思います。 まあ講義の中でもこの辺についてはですねえあの実際科学だよっていうのをね注意してくださいねっていうのはまあお話ししているところなのでまあ覚えられていた方はですね即座に整合判断できたと思いますでちょっとまあ難しいのが選択肢「う」これも誤りなんですけどもこれまあ予定賃率の設定の仕方としましてあ賃率の設定の仕方としまして個別賃率または総平均賃率って書いてますけども まあ、あのこれは個別賃率もしくは職種別平均賃率っていうのが正しい表現ということになりますので、まあ、総平均賃率っていう部分が誤りということになります。はい、でここはおそらくねあの基準の規定をしっかり読んでいないとこの間違いにはなかなか気づけないのではないのかなとは思いますので、まあ、選択肢「U については少し細かい足だというふうに考えることはできます。 だから、まあ、ある意味、ここで、ね、ちょっと引っかかってしまった方も一定数いるのではないのかなというふうには思いますけどもただ、もう原価計算の基準というのは、ね、必ずもう3台から4台出されるというのが事前に分かっているところでもう範囲も狭いところになるわけですからもう事前の対策を、ね、万全に行うことができる分野ということになりますので、まあ、どうしてもここで点数を取っていかないとあとあときつくはなってきますね。はい できればね原価計算理論については4問ありますけど、まあ、3問は取ってほしいかなっていうふうには個人的に思っています1問ぐらいミスるのはね結構しょうがないところありますから、まあ、4分の3ぐらいはですねなんとか正解してほしかったというところですね、はい、で今度問題2番ですね、まあ、今度計算問題ということになりますけれども、まあ、補助部門費の配布に関するまあ計算問題ですね これも取り立てて何か難しい問題ではなくもう正当可能性は間違いなくこうというふうに評価される問題になってきますけれども、まあ、連立方程式法を使って、ね、補助部門費配布後の第1製造部門費第2製造部門費っていうのを計算する問題ですで。これなんかもう絶対間違えちゃいけないですねあの。これを間違えた方っていうのはちょっと厳しいことを言うようですけど、まあ、完全に円周量不足ですね。 もう単純に計算の精度が低いんですよ論点的に絶対知らないってことないですし問題集にももうほぼ同じ問題っていうのが載っているので単純にもう演習量が不足している結果としてまあそういう計算のミスとかがね、まあ、誘発してしまうということですんで、まあ、次の12月に向けてはですね、まあ、少しその今までよりも強い強度で、まあ、計算問題に対する演習量っていうのを増やしていただきたいなというふうには思います。 まあテキストを説明レベルですからねここはしっかり点数取ってほしいとこですね。はい、で,次の問題3で,すねで割とここ最近の試験ですねこの管理会計の問題3番のところまあ原価計算の理論が出てくることが多いんですけど。 基準の文章からのですねそういう正誤判断っていうよりもこういう原価計算の理論的な理解を多少問うような問題っていうのが問問題3番で問われることがありますちょっと基準以外の部分からですね、まあ、理論対策というか理論問題っていうのが問われることがあるんだと。 でこの問題なんかも、まあ、基準の内容は多、ね、分に含まれてはいますけれどもちょっと考えなきゃいけない要素っていうのがあってそこがねなかなか難しいところだったのではないのかなというふうには思います。はい、で特にまあ知らない言葉が、ね、出てきていると思うんですよ「選択肢」「い」と「選択肢、U」「う」「い」のコストプールっていうのはねあんまり使い慣れないだけであの聞いたことある方は多いとは思うんですけども。 まあ原価を集計する場所のことをを、ね、コストプールって言いい言方をします、はい、原価の集計場所のことですねだから部門別計算だったら部門がコストプールですし活動基準原価計算だったら活動っていうのがコストプールってことになりますので、まあ、原価集計場所という、ね、非常に広い、ね、意義の言葉になってきます。はい、でこの選択肢は ちなみに誤った足になってくるわけですけど最後の一文が誤りですね。我が国の原価計算基準では部門をコストプールとって書いてますけどもこれはもう基準にも明記されている通り、まあ、部門別計算の目的っていうのは正確な製品原価計算と原価管理にありますんで部門に製造・間接費っていうのを集計することによって、まあ、正確な製造・間接費の配布をできると考えていますから、まあ、文章が誤りと考えることができます。 で次の選択肢「う」のところもちょっとと知らないい単語があると思いますこの「便益基準」っていう言葉はねおそらくまあ多くの受験生の方が初めて聞いた言葉になってくるかと思います。で便益基準っていうのはこれはまあ何かっていうとまさに、まあ、あの消費した便益に応じて特定の原価っていうのを配布していこうっていう考え方になってくるんですけども。 例えばあの工場事務部門費っていうのを従業員数に基づいて配布をしていくっていうのはこれ便益基基準に基づいいた配布計算を行っているんですね工場事務部門からの、まあ、サービスの消費、まあ、その事実に基づいて、まあ、配布をしていくっていうことで、まあ、従業員数っていうのがね、まあ、その便益基準として一つ代表的なね、まあ、その配布基準になってくると。まあ、あるいは事業部に対して まあ共通費っていうのを配布する時に、まあ、広告宣伝費とかを配布する時に売上高を基準に配布するっていうのはこれ便益基準ってことになりますちょっと隣のね「因果基準」っていう言葉とまどろっこしいところではありますけどね、まあ、例えばその事業部の売上高基準に広告宣伝費を配布していくっていうのはこれまあ一見すると因果基準に基づいているかのような錯覚に陥りますけど。 広告宣伝費の支出と売上高の発生っていうところの因果関係は明確に認識することはできませんので、まあ、因果基準とは言えないんですよだからそれは便益基準だっていうような、まあ、解釈になってくるんですがただここはですね正直まああんまり一般的にこういうねなんとか基準っていう便益基準とかって言葉をほとんど使うことがないのでまあ知らなくてもしょうがないですし。 まあ、あの受験生の方であればあの生後判断するにあたっては次の一文で判断するしかないかなと我が国の原価計算基準では因果基準に基づく配布基準を採用しなければならないって書いてますけども、まあ、因果基準っていう言葉ですね原価計算基準では当然出てきませんので物量基準であればねこれは正解になりますけども因果基準っていう言葉は出てこないということからもですねこれは誤りだという判断をすることになります。はい まあこの辺はちょっと難しいところかなというところで正当可能性としては中というふうにあの評価をしていますけれどもまあこれは最悪ねできなくてもしょうがない問題かなというふうには思います。はい、で次の問題4ですね。で今度も部門別計算からの出題っていうことになりまして補助部門費の配布を複数基準で予定配布するという問題になっています。 でこれもテキストの説明レベルの問題になりますので落ち着いてやれば絶対でできる問題ですただまあ本試験の限られた時間の中でなかなかねうまく答えを導くことができなかったっていうのが、まあ、この問題の一つのね、えー、特徴なのかなとは思いますけれどもあのこの問題ですね飛ばした方も多分いるかと思うんですけども。 あのこの問題飛ばしたりですね結構できてない方っていうのは単純に計算構構造の理解が結構甘いんですよでこういう部門別計算の補助部門比の配布のところってまあ複雑じゃないですか。そこでね頭の中結構こんがらががらっってる方っていいる方うのが多いんですねで普段復習する時にですね心がけてほしいこととして割とその計算問題解くときに計算のスピードを意識する方って多いんですけど。 まあ皆さんの中にもね計算問題とか解くときにストップウォッチ持ってね、まあ、その5分以内にこの問題解くとかっていうふうに繰り返してそういう訓練積んでる方ねいるとは思いますけど正直あんまりその訓練って意味ないんですよ。1、あのー、個の問題に対してね集中して解いていく上ではねそういう時間を計ってやるっていうのは効果あるかもしれませんけれども時間を計ったからといってスピードがアップするわけではなくて計算早い人って何が早いかっていうとこの計算構造をつかむのがすごく早いんですよ。 例えば私なんかも例えばこの問題を解くときに何考えるかっていうと組み立て部門費の配布債の中の予算債が問われているわけですからまずそもそも塗装部門いらないなと塗装部門については全く今回は計算上使わないとで動力部門費っていうのを複数基準で予定配布をしていくわけですけども組み立て部門に対する配布額っていうのが分かればいいなと。 で組み立て部門の配付債っていうのをあ予算債を計算するには何が必要かっていうのを考えてあげると組み立て部門における予算許容額と組み立て部門における製造・間接費の実際発生額が分かれば組み立て部門の予算債を計算することができるわけですからそれが分かった上でね計算問題解き進めていけば無駄な計算する必要性がないんですよだから本んに下書きとかも最小限で済ませることができますし。 もう頭の中で大体どの順番で解いていけばいいのかっていうのを初めに当たりをつけることができるんで、まあ、早く解くことができるんですよ。もう電卓を叩くくスピードとかは全く関係ないですねでこういう計算構造をつかむのをねうまくするためにはどうすればいいかっていうと普段からその場当たり的に問題を解いていくんじゃなくて一つの問題を見た時に頭の中だけで計算するっていう訓練をちょっと積んでほしいんですよ。 まあ実際にはね具体的な数字なんか計算できませんよただ回答の道筋がどうなるのかっていうのをこの手の問題については頭の中でシミュレーションするっていう訓練を積んでほしいんですあのちょっとだいぶね話変わりますけどあのボードゲームとかね将棋とかやったことある方結構いるとは思うんですけどもすごい感覚的に詰め将棋と似てるんですよ まあ3手詰めとか5手詰めとかねやられたことある方いると思いますけども頭の中でそういった詰めの構図っていうのを描くっていうのと非常にこの計算問題の道筋を描いていくっていうのは似ているので頭の中だけでそういうね回答のプロセスっていうのを思い描けるようにしておくっていうのはすごくねあのいい訓練になりますんで普段計算問題解く時でもですねそういったことを意識していただきたいんですね。でよく言うじゃないですか。 あの問題集とかでも目で解くっていうねレベルに至ってくださいっていう風によくご案内させていただきますけれども目で解くっていうのはまさにそういうことなんですよ。この問題だったら電卓入れなくてもこのデータとこのデータですねこの資料を使ったら出てくるからまあこうやって順番で計算していけばですね答え出すことができるなっていうのを問題見てね計算構造についてチェックをしていくっていうのが目で解くっていう言葉の意味なんでまあそれができるようになればね本当に計算のスピードっていうのは飛躍的に上昇しますから。 もう一問一問ですね同じ問題解いていくにあたって5分とかね3分とかっていうふうに時間設定する必要性っていうのは全くありませんので1問に対する理解を深めるっていう感覚で、まあ、これから計算問題集とかに取り組んでいただきたいなというふうには思います。はい、で次の問題5番はもういいかなと思いますんでこれはもう原価計算基準ですねまた同じものになりますんでもう知ってるか知らないかのだけです。はいで 問題6についてはこれ等級別総合原価計算でまあ逆進形式の問題で本試験当日はですね飛ばした方が圧倒的に多い問題だとは思いますけれどもまあこれ平成23年の第2回の本試験とほぼ全く同じ問題ということになっていますのでまあその問題やられたことある方はですねああの問題と一緒だっていうところでまあ回答のプロセスすぐに分かった方もねいるのかなというふうに思いますけど。 まあ初見ででではまずできないでしょうね、はい、これ初見でできる人相当あの管理会計の能力高い方だと思いますんでまあできなくても合否に全く影響がないと思ってください。はい、ただまあ,あの監査論とかでもねお話はあったかと思いますけど管理会計も多分に過去問の焼き回しっていうのが出てくるのでまあ割とねあの新試験になってからの過去問っていうのを一通りやっておくっていうのはすごいいい対策なのかなというふうには思います。 まあ割と膨大に問題量はありますけど平成18年以降からの出題ってことになってくると結構問題数は多いんですけども一通りやっておけば似たような問題っていうのは必ず出てくるかなというふうには思います、ねはいまあ、管理会計って範囲が広がることもないですからネタ不足なんですよね、単純に。あの手を変え品を変え出すにも限界がありますからね特に担当なんかそんな変えようはありませんのでね、まあ、過去の焼き回しっていうのを多少出さざるを得ないのかなとは思います。はい ただまあこれはもう知っていれば解けるし知らないと解けないしっていうレベルですかねはいで次の問題7も原価計算基準からの出題ってことでこれはもうなんてことないです正当可能性はこうというレベルのものになってきますのでもう典型論点ありますねあのこの選択肢「い」がねちょっと難しいんですけど選択肢「う」っていうのはこれも間違えてる足なんですけども非常に簡単な足になりまして選択肢「う」の最後の一文ですねこの 身体的必要とか手待ち等の時間的余裕を含まないっていうですねこの含まないっていう部分をですね引っ掛けてくる選択肢っていうのが過去に何回も出てますここを含むっていうのが正しい記述なんですけども含まないっていうふうにそこを変えてくるっていう出題がもう過去に何回も出されてますからまあこの点についてもね一問一答などを通じて過去のね選択肢を見られていた方はもう即座に判断できたのではないのかなと思います だからまあ、やはりね、4分の3ぐらいは、あの、原価計算の理論については、点数を取っていただかないと、ちょっと厳しい結果になったのではないのかなと思いますね。はい。で、続けて今度、問題8ですね。標準原価計算になりますけれども、 まあこれも本当に基本的な問題になりますね。日照募金2級レベルの問題になってくるので、まあ、確実に正解できなきゃいけない問題なんですけど結構なぜかね後からあの受験生の皆さんの出来を聞いたところこの問題8間違えてる方は多かったです。まあ多分急いでるんでね文章の読み間違いとかも起きたんでしょうけどまあ本当になんてことない問題ですからね落ち着いてやれば本当に5分とかからない問題になってくるかなと思います。はいで 意外と、ね、計算のミスがあったのがここの,あの選択肢「い」のところで材料価格債の計算というのが問われているかと思いますけど、まあ、材料価格債ってふ、まあ、普段皆さん標準単価と実際単価の差に対して実際の消費量を掛け算して計算しているかと思うんですけれども、まあ、今回この資料3番の実際の直接材料費397万2400円を 実際消費量キロでで割割りり算してもこれ割り切れ切ないんですよだから実際の単価っていうのがきれいな数値が出てこないんで材料価格差ってどう計算するのかなっていうふうに戸惑ったというねまあそういった感想をねえまあ聞いてはいるんですけれどもでもよく考えてみるとこの6750キロに別に標準単価掛け算してあげてそれとこの397万2400円との差を取ってあげれば材料価格差って計算することができますから。 まあそれぐらいの起点はね、聞かせて回答してほしかったかなというところはあります。はい。多分そこでちょっと引っかかった方がね、あの一定数いるのかなとは思いますので、まあ、そういうね、ちょっとミスというかね、本試験で切羽詰まってるから落ち着いて判断できなかったんでしょうけど、この辺はね、ちょっと起点を聞かせて回答してほしかったというところではあります。はいまあ、これは正当可能性、こうという問題ですからね、確実にできてはほしいですね。はいで 次の問題9が管理会計総論ですねまあこういうのは結構つかみどころのない話が多いのでなんとなく一般的な感覚で選んでいただければ正解にたどり着くことが多いんでまああんまりがっつり対策の取りようのないところになってきます。で結構まあ受験生の皆さんにとって酷だったのが選択肢の「う」のバランスとスコアカードですね。 これまあ一応平成28年第1回の本試験からですね試験範囲から除外された形になるんで BSC って呼ばれるものを勉強してない方がね圧倒的に多かったかと思うんですけれどもまあ今回ねまあ基本的なこの BSC っていうのがどういうものなのかっていうことだけ問われていてちょっとここについてはですね面食らった方がまあ多かったのではないかと思います。 まあそういった意味でね、ちょっとこの問題9っていうのは、まあ、ある意味選択肢の正誤判断がちょっとつかないところになりますから、まあ、間違えてもまあしょうがないところなのかなっていうふうには思います。はい。ただ、まあ,あ、後の選択肢は比較的選ぶのはそんな難しくないですから、そこからまあ、正誤判断できなくはないかなっていう感じですかね。はい。で、次の問題10ですね。まあ、こちらは、 財務分析の問問題題ででまあこれも簡単な問題です特に難しい指標とかも全く問われていないので問われているのはもう総資本経常利益率売上高経常利益率とか総資本回転率あとまあ固定資産回転率ですかまあこの辺しか問われていないんでまあ特に間違える要素もほぼないかなっていうところになりますんでね。はい まあもしかしたらねちょっと空欄推定とか入ってるんで飛ばした方いるかもしれませんけど財務分析っていうのは基本的に空欄推定を挟むことが非常に多いですこういう財務指標の数値のまずね穴埋めをさせてから具体的な財務指標の計算をさせるっていうのは担当式本試験だったらオーソドックスな出し方ですのでこれをまあ,ある程度過去問とかやられていた方はですねまあ,あの事前の心づもりはできていたのではないかと思うんですけれども。 まあ空欄推定系だっていうのでね飛ばしてしまった方はちょっともったいないことをしたかなというふうには思います。はい、で次の問題11はまたこれも管理会計の理論でまあちょっと選択肢「あと」で悩ましいところではあるんですけどもまあ 「い」が正しくて「絵が誤りっていうのはこれ即座に切れるんですけど「あ」と「う」っていうのがどちらが正しくてどちらが誤りなのかっていうのがちょっとね一見すると難しくてよく分かんないなっていう感じだと思います。で選択肢「う」がまあ誤りなんですけども、まあ、これ直接比と間接比に分類する全部原価計算方式っていうふうな記述になっていますけどそもそも別に全部原価計算って原価を直接比と間接比に分けるという原価計算方法ではありませんからね。 これは直直接接接価計算でも費費間接に分けますから全部原価計算っていうのは原価を食能別に区分するっていうのが特徴としてはありますけど直接費間接費に分類するっていうのは記述としておかしいですしでまた全部原価計算方式だと CVP 分析することができないって書いてますけどこれも結局生産量と販売量をイコールにしてあげればです、ね、分析することができますから。 だからまあ2つの点でね選択肢は誤りだっていうのに気づけた方はですねまあ整合判断ねうまくできたのかなと思うんですけどもまあなかなか難しいかなっていうふうには思いますはいまあこれもできなくてもまあ最悪しょうがないかなっていう問題ですで次の問題12ですねちょっとまあ急ぎ足でいきますけどあの予算実績再分析の問題で で、これも本当にもうテキストの節例レベルの問題になってます。で、この問題ね、ただあの後から話を聞いてみると意外と間違えてる方いました。で、なんで間違えたかっていうと、単純にあの数字の転記ミスっていう話が多かったです。 あの予算実績再分析ね、割とま標準原価計算もそうなんですよけど、下書きに当てはめてね、もう機械的に解いてる方が多いと思うので、この資料の数値を拾ってくるときに、まあ、ミスが起きるっていうのがよく見られます。それも本当に機械的にやってる弊害なんですよ。である程度初めのね。 とっかかりとしてはそういう下書きを決めてしまってですねそれに当て込んで回答していくっていうのは、まあ、いいことではあると思うんですけども慣れてきた場合はですねもうそんなにボックスとか書かずにですねもう数値のメモ程度で回答していくっていうふうにしていただく方がいいと思います。あの標準原価計算もそうなんですけどあんまりボックスとか下書きに頼りすぎてしまうとですねそれを作って回答することに満足して終わってしまう可能性があるんですよ。 1一個1個の数字の意味解釈っていうのがこの手の問題では重要になってくるので何でそういう計算するのかなぜこの数値を出すことができるのかっていうそこの数値の解釈を、まあ普段からね心がけていかなければいけませんからなるべく下書きについてはね減らすようなあの努力っていうのをしていただいた方がまあいいのかなというふうには思います。はい まあこの問題もちょっといやらしいところありますけどねあの表のの縦と横ってていうのをね結構入れ替えてきてるんですよ普段目にする表っていうのはこういう縦と横が逆になっているケースっていうのが多いんですけども、まあ、この問題その表の縦横を入れ替えてきて見づらくしてるってい非常にしょうもない問題ではあるんですけどもそこでまあちょっとね見落としとかねそういうケアレスミスっていうのが生じてしまってるというところでね本当にもったいないことをしてるなというふうな印象を持ちましたね。はいで 次の問題13は原価管理これはもうあの講義の中でも取り扱った内容ですんでもう特段問題なく対応できたのかなと思うんですけど特に選択肢の絵なんかはもう過去に何回も出てますよ。この「テアダウン」の定義ですね。 テアダウンというのは自社の既存モデルの製品分解って書いてますけどこれ他社っていうところが正解ですからね、はい、これはもう過去に何回も出されている選択肢ですんでここについても、ねあのー、しっかりとまあ講義なり一問一答なりをやってた方はね正解できたのかなと思います、はい。で、次の問題14ですね、業務的試決定。まあ、これは正直できなくてもしょうがないです。 まあ、業務的意思決定の問題はね。あのー、作る人によって本当に条件も違いますし、回答の手順っていうのも全然違ってきますからね。まあ、なかなか現場で対応するのが難しい。ケースっていうのが多いので、まあこの問題については全くできなくても問題ないかなというふうには思います。はい、いまあ、人によってはむしろこれを簡単に感じたっていうね。意見もあるぐらいなんで、本当に人によって受けて受け取り方違うなとは思いましたけど。まあ一般的にはまあ、できなくてもそんなに問題ないかなという問題です。はい。 で次の問題15これをまた管理会計の理論で文献組織とグループ K の管理会計からの出題ということになりますけれどもちょっとね1点注意しておいていただきたいのがこの選択肢、e、の足これ結構ね生後判断悩んだっていう意見がありました企業の組織っていうのは全体目標の達成に最適となるように階層化が行われていると。 で比較的小規模であるか製品や地域の多様性が低い場合には職能別組織で比較的大規模であるか製品や顧客の多様性が高い場合には事業部制組織が適合する「ルかバスか」っていう問題でまあこれ答えとしては「丸なんですけれどもあのこういうのっていうのは原価計算基準の対策と違ってピンポイントで同じ選択肢が出てくることなんかまずないんですよ。 もも試験委員が手抜きしない限りはねピンポイントで全く一言一句同じ足なんか出てこないんですよ。でこれまあ実はテキストにもねほぼ同じような回答内容を書いてるんですよ文章であの。職能別組織っていうのはは相相対対的的的的にに集権組組組織織織事業部制っってていいううののであるっていうのがテキストにも書いていてその選択肢で「丸か×か」っていう選択が問われた場合には皆さん「丸って答えられるんですけどでもちょっとこういうふうに表現を変えてですね まあ、ま,どま,どまどろっこしくです、ね、文章を作ってきた場合これが「○」か「×」かわからないっていうのはあのはっきりとイメージが持ててなないからなんですよ事業部制組織っていうのがどういう会社が採用して職能別組織っていうのはどういう会社が採用するのかっていうそこのイメージが全然ついていないから、まあ、こういう選択肢の,この小手先の、ね、目くらましで騙されてしまうんですよ。 ちゃんと職能別組織とはこういう組織事業部制組織はこういう組織っていうのが自分の確固としたイメージがあればですね、まあ、ここの正誤判断っていうのはそんなに難しくないんですね。で そのイメージをつけるのが、まあ、上級講義ってことになってくるので、まあ、上級講義でしっかりと理論対策をやっていただければその辺のあの不透明なイメージ部分についてはですね、まあ、なるべくわかりやすく、ねまあ、お伝えしようと考えていますのでこの選択肢にかかった方はですねちょっと管理会計の理論のインポットについては、まあ、講義を、ね、しっかりと聞いてほしいなというふうには思います。で選択肢の「う」についてはこれ知らなくて当然ですからできなくていいですよ。これ知っていいいる受験生まずいないですからはい まあちょっと細かい足ですね、アメーバ経営については、ここ最近こんなもの問われなかったんですけどね。はい、で、最後の問題16ですね、設備投資の経済性計算で、これも簡単な問題になっているんですけどもあの、これも結構間違いとして多かったのがですね、素直にやればいいのに、ここの税引き後の賞味キャッシュインフロア、毎年500億って書いていて、 これが何を勘違いしたのか税引き前キャッシュフローに140%を掛け算したものっていうふうに捉えてしまっている方が多かったです税引前キャッシュフローにを掛け算したものがあ500億なんだと。だからこれに減価償却に伴う節税効果を加味しなきゃいけないなっていうふうに節税効果っていうのをプラスしてしまうっていうですねそういう間違いっていうのが見られましたねはい。 もう素直に税費後のキャッシュフローと言ってるわけですからこの500億っていうのを使ってあげて回収期間の計算だったら 2078÷500 億で終わりですからね、はい、だから本当に何も考えずに素直に回答していけばよかったという問題ではあります、はい、内部利益率の計算も非常に基本的な問題ということになりますから、まあ、特に間違えないのかなと思いますけどただまあここは結構間違えてる方多かったですね 回収期間計算してね4.2年とかって計算できるんですけど基準回収期間が4年っていう,4年っていうことで、まあ、回収期間法ですからね基準回収期間っていうのを下回っていれば採用することになるわけですけどあの今回上回っているんで棄却っていうのがこの空欄「E の部分に入るわけですがここを採用するっていうふうに勢い余って回答してしまうっていう間違いが見られましたね。はい まあ、あんまり普段回収期間でねこの投資の判断っていうのをする問題解いたことないからそういうミスが生じるんですけどでもまあ理論的なな解釈があればでですすねそこをミスらないわけですよ基準回収期間を超えないようにしなきゃいけないなっていうのが分かってればね別にここの選択肢は棄却すべきっていうのがねあの素直に入りますからねはい。どちらかというとねここの空欄、e に ちゃんと数値を入れ数値というかね言葉を入れられるかどうかっていうのはこれも理論的な解釈がちゃんと伴っているかどうかっていうのを問うてるところですね。はいまあ、以上が、まあ、こちらの各問題に対する簡単なまあコメントということになりましてで最後にねちょっと一つの目安としましてこのレジュメの4ページですね。一応まあ先ほども 口頭ではお話をしたところではあるんですけれども、まあ、これからの対策として理論に関しましてはあの原価計算の理論の分野の方で、まあ、2問までしか取れなかったという方はですね基本的に講義の方を、ねまあ、ご受講いただきまして、まあ、その後ね基準の読み込みというのを行ってください、まあ、これをやっていただくだけで、ね、本当に確実に選択肢というのを整合判断できるようになりますのでね、まあ、講義を受けてから、まあ、こういう基準の読み込みをした方が効率的ですね。 でもう現時点で3問ないしもう全部取れてるという方はもう原価計算のね基準の講義の部分っていうのはあんまりいらないかなと思いますんでもう今のね勉強っていうのを継続してやっていただければいいかと思います。はいで管理会計の理論の方も同じでまあ、あの4問のうち2問取れ2問までしか取れてない方はね一旦講義聞いてもらった方が手っ取り早いので、まあ、講義を聞いてからまた1問1答なりをねやっていただくかテキストを読み込むっていう作業に入ってください。 である程度ね管理会計の理論の方はあのやっていただきたいこととして普段テキストとか読む時にも漫然とテキスト読むんではなくてある程度この言葉の意味は何なのかっていうですねそういうアウトプットを意識して読み込んでいくっていう作業をやってもらった方がいいかと思います。特にイメージがね固まらない分野になってくるので一個一個の言葉の整理をしていくっていう作業は非常に重要です。 1で一つずつね言葉を理解しているうちに、まあ、文章そのものの理解も増していって、まあ、イメージっていうのがね漠然としたものから具体的なものに変わっていくかと思いますからある程度ね説明をすることを意識した上でテキストを読み込むっていう作業をしていただくのがいいのかなと思います。はい、でこちらももう現時点で3問とか4問問問えてるのであればもうどんどんね上級のテキストとか読み込んでいただければ理論対策っていうのは盤石かなというふうに思います。はい であとのまあ計算対策についてはもうねあの問題集、皆さんお使いのものがあるでしょうからあのそのお使いのものをですねしっかりと習熟度を上げていただくっていうふうに考えていただいて、まあ、先ほど言ったようにねあの目で見て解けるようにするっていうねそこまでね習熟度を上げるっていう作業が重要ですのでねまああの問題見ただけである程度回答の道筋が思い浮かぶっていうところまでねまあなんとかね繰り返し解いていただいて、まあ、理解を深めていただければなと思います。はい それではですねこれで分析会の管理会計については終わりにしたいと思いますので次、まあ、最後財務会計に変わりたいと思います、はいえー、それではですね最後に財務会計ですね、えー、分析会というところで、えー、と始めさせていただきます、えー、担当はですねレックス・す。ンコしシカゲいしです。よろしくお願いしますはい で、えー、とまず配布物はですね財務会計のレジュメとあとね、過去問が過去問というか前回の,、ね、もうあのこの前の問題があるんで、まあちょっとこちら2点使って見ていきます、ね。でまあ過去問の、ね、解き方なんかは、一応当日挙げた速報動画でですね簡単にあのお伝えをしているんで、まあ一文字もそんなに細かく、ね、分析をしていくということはあのしていきません。はい ではです、ね、お配りしたレジュメの1ページ目でこれも当日です、ね、速報動画を上げたものと、まあ、ほぼです、ね、同じようなものですがちょっとです、ね、点数、目標ラインのほうを下方修正をしました。でまあ、当日、速報動画だと、ねまあ、135点から140点ぐらいと言いましたが、まあ、ちょっと5点ずつ下げて、まあ、130点から135点ぐらいトータルで取れればいいのかなと思います。でまあ、財務会計ははは、ね、そんんななにまあ難しくはなかったとは思ったたと思ですが ただいろいろ声を聞いていく中でまあ難しかったとっいう声もえありましていろんなねえーまあボーダーなんかを考えていくとまあもう少し下げてもいいのかなというところでえまあ目標ラインは130から135ぐらいというところですねこれが1の表のえまあこのですね平成30年2回目の,この目標ラインのところですね 130. 点ぐらいですかね。で、えー まあいろんな、ね、受験生とですねお話をしていると一応7割とかを、ね、トータルで超えられている方は、えーまあ、やはりこう財務会係の点数も130は基本、超えているかなというところです、ねまあ今回、最終的なボーダーがどれだけになるのかというところは合格、まあ、発表を見てみないと分かりませんけれども、えーまあ、本当に7割ぐらい超えられている方は、えーまあ、財務会係も結構、ね、いい点数、まあ、140点を超えている方ってのもです、ね、結構あのいます。はいで、えー まあ各ね計算とか理論とかをえ見ていくとえま,あまず、理論の難易度はまあこれはですね明らかに優しいですね。まあ、前回も優しかったですけれども今回も優しいです。えー、で目標ラインとしては理論問題は全部で,ですね9台ありますけれども9台中やはり7台ですね7台は行きたいかなというところですね。はい、なんでまあ点数でいうと72点分の56点は理論で確保したいというところになります。また後で、えー 少しです、ね、個別のお話もしていきますがとりあえず全体としては9分の7取っていきたいというところになります。はい、で今度計算の方ですね、まあ、計算の方は、まあ、前回の12月に比べると、まあ、少しです、ね、優しいか、えー、もしくはまあ同等ぐらいですね同等ぐらいというところで、まあ、前回はですねこうあからさまな 埋没問題とかがありましたが、まあ、今回はですね、まあ、その伝票会議は確かにびっくりしましたけれども、まあ、それ以外の問題については見た瞬間に埋没だというものは基本的にはなかったのかなというところで、まあ、逆に見た瞬間に埋没問題がないとですね無駄に登記に行ってで時間浪費してしまうという、まあ、そういったデメリットもあったかもしれませんけれども、ねまあ、その埋没問題が少なかったというところですかね。ね で目標ラインとしては、まあ、総合問題も加えたですね計算の配点っというのが全部で128点ありますけれども、まあ、そのうち72点から76点ぐらいが取れればですね計算としての、えー、合格ラインには達するかなというところです、はい、ただまあいろんな、ね、受験生だとか、えーまあ、他校のです、ね、リサーチなんかを見ていると、まあ、ここからまあ少し、ねえー、マイナスをしていっても、まあ、ラインには乗るのかなというところですかね。はい なんでまあイメージとして、えー、トータルで130から135、まあ、130点ぐらい取れれば、えー、いいのかなというところですね、これが一番下の全体の印象のところですね、130点できれば135点程度と。はい でまあ、この辺が、まあ、ボーダーになりますが、えーまあ、ただね、ね、まあ、さっきも言いましたが結局、合格発表にならないと全体としてのボーダー、ねえー、分かりませんので、えーまあ、結果的には120点ぐらいでもですねトータル合格ライン突破するということも十分に考えられますので、まあ、財務会計単体で考えた場合には、まあ、その130点ぐらい取らなければいけないということは言えますけれども全体としての合格を突破する上では、まあ、多少低くても、ね、突破できるかもしれないというところは、えー、頭の中に入れておいてくださいはい。 で、えーまあ、ちょっと、ね、計算通りのを少し細かく中見ていきます。でまず、ねえー、レジュメのごめんなさい2ページの各問分析のところはこれも速報動画でですね映したものと基本、同じですがただレック星の場合はですね入門講座で学習するべき内容か上級講座で学習するべき内容かというところが計算について一番右の列ここをです、ね、加えましたので、えーまあ、今現在、ですね入門の講座を えー、受け終わった方は、えー、この一番右の列の入門と書いてある部分についてはある程度できなければいけないよというところですね。はい、でこうやって見るとですねやはりその入門講座で学習している内容が結構多いんですね半分ぐらいは大体入門講座で学習する内容で総合問題を抜きにして考えると、えーまあ、6割ぐらいはです、ね、入門講座の内容になります。でまあ、総合問題が、ね、今回 入門講座では学習しない連結のですね、えー、部分でしたので、まあ、ちょっと入門生にとってはですね、えー、解けなかったものになるかと思いますけれども、まあ、トータルで見るとやはりですね入門の重要性っていうところがですね非常にこう高いと考えてください。でこれは次回も、まあ、基本的には同じような形でやっぱ入門講座でですね学習している内容っていうものは、えー、試験上のですね重要性が高いウエイトをですね占めますので。 やはりです、ね、次回に向けてもです、ね、入門の学習というところは引き続きです、ね、上級と並行してやっていかなければいけないということは言えます。はい、それではちょっと計算の方からです、ね、見ていきます。これが3ページのです、ね、総評及び今後の対策というところで繰り返しになりますけれども、まあ、前回と違ってあからさまに手も足も出ないような難易度の高いものが出題されなかったというところで,で前回同様です、ね、この試験の特徴というのは 財務会計論の特徴はですねま,あまず一つはですねあの伝統論が結構出ているなというところですね伝統論の出題が増えているとだ今回でもまさに伝票そうですし固定資産の減価償却もそうですしあとカップ販売なんかもそうなんですねで一時期ですねあの会計試験の財務会計論は伝統論の出題っていうのがちょっと減っていたんですけれどもえここですね3回ぐらいかなまあ年度でいうと平成29年度 の2回目ぐらいからはですね伝統論の出題がまたですね増加しているという傾向にあります。はい、となるとですね、まあ、レックスへの場合は「フォーサイドテキスト1」に、ね、入門講義の初めの方で学習していく伝統論の部分の学習っていうのが引き続き重要になってくるというところなので例えばですねこれ平成26年とか平成27年ぐらいに担当式試験をです、ね、受けていた方で,でもう一度ですね会計試験 目指しましょうと言って、まあ復帰した方はですね、その平成二十六年とか二十七年とかまあ二十五年とかとは伝統論のですね重要性位置づけがちょっと違ってくると思ってください。はい。であとねもう一つ特徴としてはですね、このいたずらに集計が多い問題というのはですね少ないです。 例えばですね今回の問題であれば問題13の金融商品なんかを見てもらえば分かるとおり普段の問題集なんかでは、ね、自分で消却原価法を適用して消却額を求めてで期末のですね、えー、消却原価を求めたりだとか、ねえー、自分で自家評価をしていったりだとかっていう形で計算した上で期末の えーまあ、BS 科学っていうものを求める場合が多かったんですが今回の問題っていうのは基本的には BS に計上されるべきであろう数字は与えられていてそこから自分の知識を使って取捨選択をするっていう問題でしたなのでってほとんんど叩かないんですよねでこのようにですねなのでまあ今回であればですね 資産のところだとかあとはですね SS を作る問題だとかあと退職給付の個別そこらは正は集計がありましたけどもそれ以外は結構少ないんですよね引き当て金をピックアップする問題も基本的には集計っていうよりはちゃんとした知識を持っているのかっていうものが勝負になったと思いますんで、まあ、その計算といってもいたずらに電卓を叩くような問題は減っています、まあ、税理士試験だとか日商部検定1級のようなです、ね、電卓の集計が多いっていう問題はそれほど多くないとまあそこまではちょっと別ですけれどもね 個別の方の問題というのは、えー、特に多くないというところですから、ね、まあふだんの、ね、練習はどうしても電卓をたたいて問題意をです、ね、解いていくっていうのは当然必要になってきますけれども、ね、ただ電卓のスピードだとか電卓を入れるスピードだとかですね、えー、解くスピードっていうのはそこまで要求されなくなったのかなと思います。なので、まあ、早く解くということもそれは必要ではありますけれどもそれ以上に普段の学習から心がけなければいけないのは早く解くというより,よりも正確な知識ですよね。 正確なな知識をを持ってて問題を解いいいくかかどうかというとところなんでただ受け身になって問題集の回答を電卓たたいて導出するっていう練習は、えー、あんまり本試験に役立たないと、まあ、今回の問題であれば SS とか対象級は役に立ちますけれどもそれこそ有価証券の問題だとかはその電卓を入れて集計していくっていうのは役に立ちませんので、えーまあ、いかにねこう普段考えて勉強をしているのかっていうところが如実に反映される非常にこういいです、ね、あの傾向にあるのかなと個人的には思います。 やみくもに問題集何回でも何回でもですね全裸た叩いて解いていくっていうような勉強はねまあ時代遅れとは言いませんけれどもねまあ当然論文ではそういうねことをやっていかなければいけないんで無意味とも言いませんけどもねまあそういう勉強がそのまま担当の試験に直結する点数に直結するっていうのは少しねあの意味合いとしては薄れたかなと思いますんでまあこれからもね勉強する時はなるべくこう意味を考えながらですねで特にやっぱり理論とリンクさせていくと。 いうところはさらに重要性を増したようにえ思いますんでね。えー、なのでこうやみこもに問題集何回転とかっていうよりも一個一個ね質を高めていった方が点数には結びつくと思います。ね、はい。なのでまあここですね伝統論が多いっていうところと集計の多い項目っていうものが多い問題っていうのが減少したと。ね、なので入門生やってもですねこう基本に忠実に学習されていた方、普段から考える学習を実践された方であればえまあ。 入門部の点数というのはですねかなりあの高い精度で取れたかなというところになります。はいで、ちょっと個別の問題をですね検討をしました3つのですねフェーズに分けました3ページの下の表ですね、個別問題。 で一番上の4つですね、四、えー、つは、こちらは正当必須になります、この問題を間違えると、ね、少しきついかなと、今回の、ね、試験で合格点を確保するのはきついかなというのが4つです、棚卸資産の問題、資産除去債務の問題、えー、ソフトウェアの問題、であと共同親切分割の問題ということで、まあ、これら間違えた方は明らかに勉強不足ということですね、あのまあコメントにもね、あの間違えたら勉強不足っていうのはです、ね、コメントを入れさせてもらいましたけれども、えーまあ、ここらは確実に点数を取っていかなければいけません。 はい、あ,とあと資産・除去債務ですね資産除去債務の問題については、えー、ちょっと問題の6開いていきましょうか。ね、資産・除去債務の問題はこれ問われているのが BS に計上すべき資産・除去債務の金額、ね、これが問われていまして、ね、でこのケースって 除去支出のキャッシュフローの見積もりが一旦増加した後減少するというケースになりますで利息費用とか減価償却費を求めるとなるとキャッシュフローの見積もりが増加した後減少するパターンっていうのは結構難しいんですけれども期末の BS 価格を求めるというだけですから回答のアプローチとしては資料の6番の,この最終的な将来の除去支出の見積もり1500これを過重平均の割引率で割引くだけで回答が導き出せます。ね なので、これも資産除去債務の構造が分かっているかどうかですね。分かっていない方は、バツ一年度から順々にね、解いていって、仕分けを累積していって、解い,て,いってしまったっていう方も中にはいらっしゃいました。でも、その人は全くないんですよね。途中のプロセスいらないわけですよ。利息費用と減価償却費,費は全くいらない。将来の。除去支出、最終的なね、バツ四年度末の除去支出を加重平均割引率で割引くっていうだけですから、ね。なんでここなんかもですね。その普段、ちゃんと考えて。 勉強されている方は資産除く債務ってのがどういうものでどの数値がどういう意味を持っているのかっていうのがわかるはずなんですね。でも、まあ、さっき二の目先生もおっしゃってましたけども、ね、その数字をね、えー、意味解釈か、えー、あまりせずに漫然とした書きに当てはめていって解いている方は結局何をね解いていったらいいのかっていうのがわからないから、えー、頭から順々に頭ごなしにね、えー、解いていって、で実はすごい簡単でしたというのが最後に気づくと、でもそれで時間がもったいないわけですよ。 まあ結果的に解ければいいわけですけれどもまあ時間も使っちゃいますしそれで解けなかったらすごい時間がね浪費して無駄になってしまいますからねやはり普段から何の処理をねやってるのかねこれは考えていくべきかなと思います。あとはまあこの問題だと過重平均の割引率を使うっていう知識は備えていなければいけませんけれどもねこれもテキストにしっかりと書いてある内容ですからえまあこのですね4つの問題資産除成も含めた4つの問題はまあ絶対に間違えてはいけないという部分になります。 はい問題361721ですねで続いて正当可能性中ぐらいの部分ですかね問題479131516ということで6つですね問題あげましたがまたレジュメ3ページですねこの6つのうち4つは正解してもらいたいかなというところです4つは正解してが必要ということで、まあ、解きやすい問題としては問題16の個別の 最初給付なんかはこれは典型問題ですからまあここの問題16なんかは普段問題集どれだけですね一生懸命解いているのかというのが反映されたものになりますまあ仮にですねあまりこう頭を使わず考えていなくても解けます、取れます下書き書いて当てはめるというもので取れますねだから正当可能性はちょっと集計が多いので中にしましたけれどもまあこれは正当可能性こうに近い中ですねまあザ典型というやつですねはいただ他の5つですね 四七九十三十五については、まあ多少ですね、こう知識が必要であったりだとか、頭を使っていかなければいけないような部分があります。まあ一応ねコメントは、このレジュメに書いてありますので、そちらの方をね参照してもらえればと思います。はい、まあ中でもですね、例えばですね、トイキのカップ販売、これは対象関情法 プラス回収期限到来基準ということでこでれ特殊商品販売を学習されていた方でも対象情報プラス回収期限到来基準っっててそんんなななにがっつりやっていないはずなんですよでも考え方の部分がちゃんと理解できていればむしろ特殊商品販売をやっていない方でも解けるんですね。そしたら対象館情報っていうのがどういう考え方に基づくものなのかそして回収期限到来基準っていうものがどういう考え方に基づくものなのかということが分かっていれば別に全然解けるんですよ。 で、全く下書きとか集計はいらずに解けます。まあ、ちょっとだけ見ていくと、ね。まあ、速報動画でもお伝えしましたが、問題の9ですね。ですかちょっと九ページですね。はい。 ええ、まあ、対象間情報回収期限到来基準で、回収期限到来基準はその名の通り、回収期日が到来したときに収益を認識するという基準です。で。カップ販売における対象間情報、これは代金の回収期日が到来したときに収益を認識するっていう方法なんですね。ですんで、例えば、これバツにね、一月5日に10回のカップ払いで商品の販売をしていて。で、月末に。代金のと、期日が到来すると。 毎月末に到来期日が到来支払い期日が到来しますよと7500円ずつ。で資料の3番見ていくと1月末と2月末には契約通り代金が入金されたんだけれども3月末分の入金がないというわけですよね。はい、で売上高は非常に簡単で、ね、1回の代金の回収によってこれ対象勘定法ですからね対象勘定法ですから1回代金の回収期日が到来すれば7500の売上を計上すると。 つまりこの部分ですね対象勘定法がですか代金の回収もしくは回収期日の到来において収益を計上していくという会計処理法これを知ってるかどうかなんですよ対象勘定法でこれ未実現利益向上だと引き渡した時に売上なんかを全部計上するというものでしたけども対象勘定法は期日もしくは、えー、回収日、ねまあ、回収期限であれば回収 回収期限到来基準であれば期限の到来日に売上を計上するということで、ね。で今回は1回は代金の回収がなされていないんだけれども期日が到来しているんで結局1月2月3月と3か月分の回収期限が到来しているんで 7500×3 か月分で2万2500の売上が計上できると。まあ結局対象勘定簿が何か回収期限到来基準が何かっていうことが分かればまあ 暗算に近いようななももものでで回答は出てくるとで利益も同じなんですね結局今回のカップ販売だと原価4万5,000円に対して倍価7万5,000円ですからこの商品を、ね、販売して10回の期日が到来すれば3万の利益が出てくるわけですよ。3万の利益が出てきますよと。はい。で 1>, 1回あたりの回収によって3,000の,、ね、の,の利益が計上されると。はい、で今回は3回期日が到来してるんで 3,000×3 回で9,000の利益が計算できるけれどもあとは貸し倒れ引き金なんかがありますから、まあ、それを貸し倒れ引き金の部分を引いていけば営業利益が出てくると。 はい、まあそんな問題ですからねこれも1回の回収記述で利益は3,000でできますよってね、えー、つまりこのカップ販売の本質が分かってるかどうかね 3,000×3 回ですからだから下書きなんかを書かずともですねこの問題っていうのは簡単に回答は導き出せるわけなので。 まあ、特殊商品販売をですね勉強していても普段から機械的に下書き換えてやっている方はむしろこれはできなかったかもしれませんし逆に特殊販売をほとんどやっていない方であっても対象間情報とか回収期限到来基準のですね考え方さえ分かっていれば、えーまあ、実はできたという問題になりますので、まあ、一応ですね、まあ、その本質に関する説明が簿記、えー、テキスト2の6の93ページの説明地にあるんで、えーまあ、この辺なんかは、ね、ちょっと見てみると参考になるかと思います。はい であと問いの13の金融商品はこれゴルフ会員権の処理を知っているかどうかですからこのゴルフ会員権が取得減価評価か時価評価かっていうところですね、まあ、これを知っているかどうかでこれも簿記テキストには載っていますただからちょっと論点がマイナーですから知らない人がいてもこれは仕方がないかなと。 だゴルフ会見を自家評価して間違えたというのであればこれは仕方がないと思いますがそれ以外で間違えるというのは論外です明らかにこれは練習が足りていないもしくはですね有価証券のところが相当手薄になっているというところですからねまあこれに関しても最近ですね金融商品に関する細かい問題はまあ各回ずつぐらい出てるんですよえまあ前回ですとデリバティブのねヘッジのところで、え。ー まあスワップの時間を求めるという、ねえー、問題だったりとか全然書いてあれば有価証券の売り気配買い気配で、ね、自分で時間を求める問題、えー、あと建設協力金なんかも、ねえー、その前にありましたんで、えー、まあ少しね金融商品に関してはテキストに載ってる部分っていうのは細かくてもこれはやっておこうがいいと思います計算も理論もで今回もね理論でも細かいところ出てました有価証券の貸借取引ね 考えられるのが金融商品の理論ですけれどもそこも計算をやってると実は一足は切れますちゃんとやってればね、うん、なのでまあ引き続き金融商品についてはねちょっと12月向けについてもちょっと細かいところね、まあ、テキストでは「し」って書いてあるかもしれませんけども、ね、対策としてはやっておいた方がいいと思いますはいで計算のお一番下のところですね3ページの一番下間違えても仕方がないという部分で伝票、まあ、SS 振り当て処理ここはまあ間違えても仕方がないと いうところですね、うん。まあ伝票関係に関しては取引の性質上積層品っていうものが出てくることはありませんので、まあそこを未着品で要は六択から三択に絞ることができればオッケーです、ね。だって今回の場合だと伝票でも回答っていうのが数字じゃなくて科目なんですよね。科目で選ぶっていうものです、ね。なので伝票って見た瞬間に諦めてしまうんじゃなくて、一応取引をパッと見れば積層品が出てこないっていうことはわかるはずなんですね。 でもしそれがわからないとなれば商品売買ののところの勉強が明らかに不足しています。ねまあ、特殊商品販売を切っているとしても、ね、収益認識なんかのところで積層品とか未着品とかそういうところはですね、理論の方でもこう扱っているような内容ですからこれ2番のところで積層品がいらないという判断はできなければいけないんですよ、これは伝票云々と関係なしに、ね、だから未着品で3、まあ、択に絞ってもそれで OK ですよ。 なので数字であればなかなか絞るの難しいと思うんですが科目の場合は選択肢が科目の場合はね全くこう電卓をいじらなくても多少の選択肢を狭めるということはできると思いますのでまあできる場合がありますのでねまあそこができたかどうかが唯一まあ反,省というかね反省材料のえ一つになるかなと思います。あと SS はですねまあ決して難しい問題ではありません。問い ただ分量が多いので、まあ、ここは飛ばしても特に問題ないですし最終的にできなくてもまあ問題はなかったかなと思います、まあ、体制には影響がないかなと、ね、ただ意外とこう受験生に行くと、まあ、今回ね時間はそんなにこうギリギリになるということはなかったよと、ね、だから余った時間で問題中やってあの取れましたっていう方も結構いました,、ね、たださっきも言った通りやっり集計量が減ったので時間としてはそれほどかからないという問題が。 えーまあ、多くなったので時間的な制約っていうのは、ね、比較的きつきつではなくなったのかなと、まあ、次回がそうとは限りませんけれどもただ前回も、ね、集計量はあの少なめなんですよ本試験、まあ、その代わりちょっと問題数が多いんですね。とここの振り出し量は難しいので、まあ、ここはもうしょうがないかなと思います。 まあここもですね解説のほは速報動画の方でですねあの速報いたしましたのでまた気になる方はそちらの YouTube の方の速報動画のところをあのご覧になってください。いこれがね計算のもので,でちょっと3ページの上、ですね計算の今後の対策としてはねやはり網羅性ですねある程度、網羅性が必要と。ですか 次回12月向けの一つの、ねえー、目安として初回受験生の方はまあ網羅性とは言っても全部やってたらきりがありませんのでねもしこの動画ね見られてる方が今入門終わったばっかりですよっていう方はそれはそんなに気にしないでくださいもう松本先生のランク4に従ってもらえればいいと思いますけどもね2回目3回目の受験生の方はテキストの C ランクとかがあってもまずやってみてください。 C ランクやってみた上で、でこれ難しいなって思うものであれば別にもうそれ以上やらなくてもいいと思いますが、C、ランクのの中でもも簡単なものは結構あります、ね、いやマイナー論点あんまり試験で出ない論点を C ランクにしています別に難しい論点を C ランクにしてるわけじゃないんですよ。ね、ってことは今まではあまり出てなかったけども最近、ねえー、今回の問題であればまあピーはちょっとまた別ですけどねゴルフ会員権の、ね、処理とかって要は価と取得原価これが判別できれば基本発展取れたわけですよ。 それはもう知ってるか知らないかででもテキストだと一応 C ランクなんですねそれゴルフ関係っていうのは以前2007年に出てそこから出題されていないものなんですよだから C にしているんですけども、ね、こういうものがまた再び出る可能性もありますので C の簡単なものはやるというイメージですで簡単かどうかは自分でやってみて自分でやってみて難しいなと思えばそれは難しいんですよだから別にそうしたらそれ以上やらなくてもいいですけども、ね、ゴルフ関係が取得減価評価か自我評価なんてのはこれはどう見ても簡単ですよねだ やって、押さえていくと、ね。でも、ここ三回ぐらいはね、このマイナー論点、も出ています。でも、難しくはないんですね。で、難しい問題であれば、捨てちゃえばいいんで、そこのところ、ちょっと、あの、複数受験生の方は。気にかけるようにしてください。えー、まあ、特に、その、個別系ですね。レックのテキストであれば、テキスト六までの内容かな。え、七八九十になると。まあ、そのマイナー論点、やっぱ、連結構,構造なんで。あの、結構難しくなってきますが、特に、個別系の方はね。その C. ランクも、ちょっとやってみるっていうのを意識してください。 はいでまあ、あとは当たり前ですけれども、説明レベルのような問題は絶対に落としてはいけないということですね、まあ、今回であれば正当必須の部分については、落としていたらやっぱり合格ラインには乗りませんので、ねえーまあ、そこのところから意識をしてくださいというところです。はい、で続いて、ちょっとね、時間過ぎちゃっていますが、えー、次のページ、4ページで。 まあさっきもね一体繰り返しになりますけれども伝統論ですねやっぱ伝統論の部分は強化をしてほしいというところで、まあ、固定資産そして今回、えー、前回も出ているようない社債なんかは次回怪しいですねだから社債なんかは、えー、ちょっと入念にやっておく方がいいかなと思います。で伝統論は上級講座なんかではですね多くの時間割きませんけれども、まあ、出題実績ありますからねここ数最近はよく出ています、まあついに伝票まで出てしまっているんで、うんまあ、なかなかねこう伝統論が。 出題が目立つとととといいいいううこ,、まあ、こここころろでではしっっかかりやってもらたなす、はい、で対策の2段落目のところは先に、ね、申し上げちゃったところなのでここはいいでしょう細かい C ランクありますけども簡単なものをやっておきましょうと、はい、で具体的な方針としてはやはりです、ね、担当の勉強の基本となるのはテキストの説明と担当問題集です、まあ、ここは必ずできなければいけない部分ですよねテキストの説明担当問題集。 そこを基軸として、まあ、実践的な練習はポイントアップトーレンですしあと可燃度性複数受験生の方で説明や担当問題集はもうある程度スラスラできるよという方はです、ねまあ、その下、ですね簿記フルマスター講座とかプレトーレン、ねまあ、こういった講座をです、ね、活用して、まあ、少し、ね、こうレベルが高い問題を解くことによって担当式試験の今のレベルであればかなり簡単に感じることができます。まあ、少しコーーチトレーニング的なものプラス えーまあ、総合問題の練習ですねこういったものをフルマスター講座やプレートーレンっていうですねトーレンなんかで、あのー、やってもらいたいかなというところですね。で結局焦ってミスしちゃうっていうのは気持ちに余裕がないからであって少し難しい問題を普段から触れていればですね本試験簡単に見えますで簡単に見えると焦りが少なくなりますからミスの可能性も減っていきますんで、ねまあ、少し難しめな問題を解いていってもいいのかなとでこれはまあ論文にも役に立ちますから、ね、なのでやみくもに難しい問題を解くっていうわけじゃなくてね これからの論文ね12月担当8月論文ということを踏まえてねえまあフルマ松講座やプレトーレンなんかをねちょっと検討してみるといいかなというところです。はい、で続いてえまあ理論になりますがまあ理論の方はですねレジュメの5ページに各問もしくは格足でですね分析がえ一応ですねえされておりますんでまあちょっとね今日は時間が。 もう過ぎちゃっているんで一個一個のね選択肢の検討なんかはしていきませんけれども一応ですね見方の方表の下にも書いてありますが各足ごとに ABC つけましたこの表の見方各足ごとに ABC をつけましたんでえまあ単純に問題1の AA っていうことはまあこれ判断が容易につくと正語の判断が容易につくとで問題1の「う」の選択肢は B が入っていますが B はですね まあ判断が容易とは言えませんと、まあ、もし B が2つあったら1つはねあの判断したよっていうような意味合いで B をつけましたまあ中ぐらいということですねで C はもうこれ整合の判断は別にできなくても構わないということです今回であれば問題12の、えー、やっぱ金融商品ですね金融商品のところに C がありますあとリースのところにも C がありますんで、えー、まあこの金融商品の「う」だとかリースの「A については、えー、これはもう別に知らなくてもいいよというところになります で一応、ね、コメントを入れてありますのでこの、ね、選択肢判断できなかったら普段機械的に解いているよっていうようなコメントも一応入れてあるのでねあの復習の時には、えー、そこのコメントをちょっと見て自分が普段ちゃんと考えてやっているかどうかっていうところは確認をしてください。あの,まあ理論の方も、ね、普段考えてて計算解いていれば、 正誤の判断がつけられる理論っていうのもいくつかあります。し逆に普段機械的に勉強やってる方はね、どんだけね暗記をしていても解けないようなえ理論もありますんでね、まあその部分はですね、こう学習の一つのですね反省材料として使ってみてください。まあどんなに一問一答やって、どんなにレジュメを読み込んでいっても機械的になっていたら本試験ってなかなか解けない面もあります。今回はね非常に簡単でしたけれども、今回の簡単な 問題が難しいと感じられた方は、まあ、単純に知識不足っていうこともありますけれども、ね、ひょっとしたらね自分が普段考えていないよ機械的にやってるよっていうことが原因で難しく感じられたっていう原因もありえますので、ねまあ、そういったところはねあの5ページの表を見て、えー、ちょっと機械的かどうかっていうところを判断をしていってください。はい、で、えー、まあ最後にね理論のこれからの具体的な指針というところで4ページのね、えー、下に。 コメントを入れましたけれども、ね、まあ、今2回連続理論簡単ですから、で次回もですねこれぐらいのレベルのものをですね私は願っていますね。なので結局基本的なものを落としてはいけないんで、基本的な問題を徹底的徹底的に取るっていうスタンスは、まここはね貫いていってください。だから細かいね部分をいたずらに思い込むっていうのはあの必要ないです、ね。細かい部分をね覚えるっていうのはいらないので。 まあ多少、ね、そういった勉強も必要になってくるかもしれませんけれども基本的にはです、ねえー、優しい問題を取っていくというスタンスですね。で考えてやっていればですね、えーまあ、そういったところもです、ねえー、取れるようになりますので、まあ、これも、ね、理論の方もそうですけれども機械的にならずにですね、えー、考えて選択肢なんかをですね一問一答なんかを読んで選択肢を切っていくような練習をしていってください。はい、で、まあ、スタイルとしてはもうレジュメの読み込みと一問一答ですね で特に一問一答問題集は最近過去問の焼き直しが多いので過去問部分は重点的にやってください。一問一問問答過去部分ですねで、まあ、あとはね A ランク B ランク C ランクと一問一答問題集にありますので、まあ、そこはですね、えー、各皆さんの余力ですね。えーまあ、2回目受験だから少し時間があるからちょっと過去問だけじゃなくて A ランクも固めていこうとか。 私はもっといけるから B ランクまでいきましょうとかっていう形で、まあ、どこまで守備範囲を広げるかっていうのはねもう皆さんの、えー、余力です。でただまあいつも言ってることですけれども、ね、ABC をまんべんなく1回どりやってもあまり意味がありませんのでだったら A を3回やると要は決めた、ね、守備範囲を絶対に守りきるっていう形で、えー、繰り返しやるといたずらに広くする必要はありません広くして薄くなるんだったら狭く厚くやってください。 選択肢100個をね1回通り見ても意味ないんですからそうしたら30個の選択肢を3回見て覚えたのが得点には結びつきます、ね、変な知識がつくと余計迷って時間が浪費してしまうんで、ね、なのでまずは、ね、守備範囲を決めるっていうところから始めてで決めた守備範囲を確実に守っていくというスタンスで勉強をしていってください、はい、というところで、えー、まあ時間もね、えー、だいぶ過ぎてしまったので財務課議論ですね、えー、これぐらいにしておきますけれども、えー、まあ6月の22日合格発表ありますけれども ねまあ、ボーダー付近にです、ねえー、いらっしゃる方はです、ね、日頃、不安な気持ちというものもです、ね、あると思いますけれども、ねまあ、基本的にはです、ね、こう受かっているという場合を想定して論文の方の勉強を進めていってください。ね、そうしないとこの3週間ぐらいというのをです、ね、サボってしまったら致命傷になりますから、ねえー。なので か受かっていたときに慌てないためにも何とか、ね、3週間ふわふわした気持ちを抑えて不安な気持ちもありますけれども、えー、ちょっと頑張ってロム、ね、の論文の勉強、えー、進んでいってくださいでもう明らかに例えばねもう今回50%台とかです、ね、40%台っていう方はもうすぐに12月に切り替えてで12月に向けてです、ね、何をすべきかというところを一、ね、個一個検討をしてみてください。 はい、えー、それではですね、本試験の分析会というところでですね、えー、ま全、あ、科目ね以上にさせてもらいます。皆さんお疲れ様でした。